おはようございます。おはようございます。ドルフィニスタアツです。ドルフィニスタ彩子です。今日は2月の2日朝のスピリチュアルテレビはイルカくんイルカちゃんからの聖なる言葉をお伝えいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう2月ですね。なんか本当最近寒いんですけども、なんか、ね、本当冷えるって感じで、皆さんね、体調とか崩されてないかなと思うんですけども。うん、私はですね、毎日寝て起きるときにですね、寝てる間にあまりにも、なんていうのかな、体から抜けているので、朝、戻ってこれないんです。だって今も戻ってきてないですね。半分顔が自分じゃないっていう抜け殻みたいになってますけど、頭の中はこう真っ白ですね。まあいつも真っ白ですけど。すいません。ね、ちょっとすごいなんかまたなんかエネルギーが来てましたね。うん。寝てるんですけど、寝ながらずっとちょっと意識があまりにもありすぎて、寝てる間に起きてることがこうずっと意識している状態で、昨日はね眠れてないんですね。もうどうなってるかちょっと自分がわからないような感じになってます。ちょっとひどいね、これね。本当にひどい顔です。大丈夫。はい。まあ、私たち、1月の、そうですね、20日ですかね。その頃にですね、滋賀県の大津市の方で、マスターゲートさんのツアーの方に参加してきました。まあ、そちらはね、まあ、滋賀県の大津っていうとね、まあ、私の実は生まれたところでして、でそこで、まあ、小学校、中学校とか過ごしたんですね。なので、まあ、とても思い出深いというか、懐かしいところに来て、こういったね、ワークショップを受けられて、ああ、なんか本当良かったなと思ってたんですけれども、そうですね、でもその、生まれ故郷ということでですね、いろいろこう、思い出がこう、まあ、蘇ってくるっていうかですね。いつもですね、その見てた琵琶湖と、まあ、比叡山、比良山っていうですね、まあ、滋賀県のその風景があるんですけども、まあ、ずっとその風景を見て、まあ、育ってたので、まあ、その風景を見るとですね、まあ、その当時の自分っていうか、過去の自分、どんな思いで過ごしたかっていうのもちょっと思い出すんですけれども、まあ、その、自分がですね、その頃、まあ、どこかこう、悟りを求めている自分っていうのが、今から思うとね、ずっといたっていうのがわかるんですけれども、うん、子供の時から、そうですね。まあ、これスピリチュアルなこと。で、さらにやっぱり悟りなんですよね。悟りを求めてた私がいて、でも、社会としてはですね、その小学校、中学校、そして高校、大学ってこう、まあ、レールがこう、引かれて、それを、まあ、歩んでいくのが普通だと思わ、ね、言われる。そういう中で生きていかなきゃいけない。方や悟りをなんか求めている自分。まあ、とてもなんか葛藤している自分っていうのをですね。なんかこう、そういえば感じてたよなっていうのを、こう、風景を見ながら、ちょっと思い出してたんですね。うん。うん。でも今自分はですね、こうやって今悟りを得てですね、こういった、まあ、教える立場になってるわけなんですけども、そうすると、なんかその当時の自分が、あ、ここまで、あ、まあ、まあ、ある意味成長したというかですね、自分自身が変わったんだなっていうのを、ちょっとしみじみと感じまして、うん、なんていうか、でも、当時から、こういったでも、ふうになっていくっていうことを、がなんかこう分かってたような、そんな気もするんですね。うん、でも、どうやってなっていくのかがわからないっていう、ね。そういったもどかしさをずっと持ってた。でも、いつかこうなる。こうなっていくっていうことを、まあ、知ってた自分っていうのをですね。まあ、ちょっとこう、思い起こしてました。だから、あそこ行くと、こう、思い出し、まあ、なんか、懐かしいというかですね。そんな日々があったなあっていうふうにちょっと思い出したんですけれども、うん、
でもまあそこは本当に寒いところですね。雪もね、すごい待ってましたね。寒かった。寒かったですね。うん、私はそこのオーツプリンスホテルでやったんですけど、そこはなんか、うん、多分学生時代かなんかにですね、家族旅行で行った覚えがあって、すごい高いところから琵琶湖を一面に渡して、その向こう側にある景色とかね、夜景とかを見ていたのをすごく強烈に印象に残ってまして、数ある旅行の、うん、中でも、うん、すごくこう残ってるんですね。そのシーンっていうのが残ってて。で、そのシーンっていうのが、今回窓から見たそのシーンと全く一致することで、ああ、ここにまたやってくる日っていうのを知ってたんだなっていうのは、なんかわかりました、うん。なんかそういうのが結構あるんですよね。例えば、その子供の時に初めて逗子に旅行に行った時の、逗子マリーナのね、あたりでヤシの木がパーって並んでるシーンを子供ながらに見てて、すごい強烈にこう、心にあるんですよ。見てる時から心に強烈にあって、うん、それで、それから30年ぐらいしてそこに引っ越すことになるんですけど、その子供の時に見ていた、強烈に思っていたことと、その後自分が実際住むことになっていって、ああ、ここだ、ここは子供の頃に見たあれだって、この、大人になった自分が当時のことを何度も思い出して、あの時のあれがこれだって自分が思えばこそ、その思いがこの子供の時のこの自分に届いてるというか、同時に思ってるんだなっていうの。うん、だから、この未来の自分と過去の自分が同時にこう意識を掛け合うことで、掛け合うっていうかな。まあ未来の方がこっちに掛けることで、こっちの自分がその時にもう気づいてるんですよね。あの時のこれがこうなったっていう時系列みたいのが同時に存在してるというか影響し合うっていうことが最近特にはっきりすごくしてまして、例えばですね、私の場合、買い物をするとき、洋服を買うときに、これがすごい明快なんですけど、もうお店に行ったら、もうすぐこれってわかるんですね。試着もしないでも買うんですけど、そのときになんか未来の自分がもう気に入ってきてるんですよ。気に入ってきてるから、で、喜んでて、これ買ってよかったってものすごい思っている自分が、その買うときの自分と、こう、自分に合図をする、合図をするわけじゃないんですけど、これ良かった、買って良かった。良かったよって。良かったよって言ってるから、この自分はもう探さなくともわかるっていう感じ。その未来の自分が今の自分を助けてるっていうか、サインを送ってるっていうか、そういう連携がですね、私の中ですごい最近明確になってですね、何かをやるとか選ぶとか、その、こんなことが起こるとか、これで、これが、まあ、怒るべくして怒ってるっていうだけなんですけど、そういうところがね、すごい明快になって、瞬間瞬間に怒っていくことが、もう知ってることっていうか、もうすでに体験していることみたいな感覚があるんですよね。うん、ありますよね、それがね。なんていうんですかね。まあ、未来と現在と過去が同時進行して、同時にここにあるっていう感覚が、すごくあります。うんうんね。うん。まあ、ここに来たのも、その、諸神社って、そのすぐ近くに神社があるんですけど、そこもね、なんか、前、流山住んだ時からなんか気になってたっていうのは、なんかありますよね。そして、ね、葉山に住んで、で、今、ここに、ちょっと引っ越してきたんですけども。あ、そう。流山を、うん、東京、品川、葉山、また再び流山に今いるんですけど、そうそう、前に来てて、この諸神社っていうのが異常に気になってたら、やっぱりこの諸神社のすぐ近くに住んでるでしょ。で、私子供の時にそのおばあちゃんと諸神社っていう言葉を強烈に覚えてて、キーワードのように強烈に覚えてて、それが、あ、ここに繋がってたっていう感じ
なんだよね。うん、だから、そういうのいっぱいあります。もうそれは今の私がね、あ、おばあちゃんとあの時行ったもの神社だって思ってるからこそ、この相互作用だと思うんですけど。うん。面白いね。うん。まあ、それがちょっと次の話にもちょっとつながるかもしれないんですけども、今回のね、マスターゲートさんのツアーで、まあ、ね、いろんな話をね、してくださったんですけど、まあ、その中で、まあ、よくね、情熱を探し当てろっていう話をね、なんかたくさんされたような気がするんですけども、情熱っていうね、自分の中にある情熱を本当に探し当てて、本当それをやっていくんだって、うん。情熱を持ちましょうっていう言葉だったと思う。うん。それを、まあ、今の自分であれば、悟りっていうものを本当に求めていくっていうことを、まあ、なんていうんですかね。情熱を、こう、持とうと思っても、なかったら持てないわけですよね。やっぱどっかで泣いてしまうっていうか。本当にその自分がしたいっていうのを探し当てて、もうやりたくてしょうがないっていう、そういうふうになるように自分を導いていくっていうか、持っていってあげるっていうことがやっぱりとっても大切なんだなって今思っています。自分自身をこう奮い立たせる。だから今私ね、さっきの話にも戻りますけど、例えば小さい時にそう言って悟りを求めた自分が今悟りまで得るとこまで来た。これはある意味自分自身が自分を導いてきたわけですよね。で、それは何が原動力になっているって、やっぱり私の中の情熱、そうしたいという気持ちですね。強くしたいと望む気持ちだよね、うん。やっぱその情熱っていうものが全ての源になっていく。この現実を作っていく源はやっぱりその情熱意志であるっていうことですよね。うん。そのことを、まあ、マサゲさんもすごくおっしゃってたんですけど。で、この1月の、まあ、あのツアーが終わった後に私たちどこに行ったかっていうとですね、淡路島に行ってきたんですね。兵庫県に、下にある、四国との間にある淡路島ですね。まあ、よく国生みの島って言われてますけども、そこが、まあ、古事記で出てくる、まあ、イザナギザナミ神がですね、その淡路島を作って、そこからさらに日本の島々ができていったっていう、まあそういうお話があるんですけれども、その淡路島、なんかこう惹かれるんですよね。で、まあずっと私たちはこう、海が見えるところに住みたいっていう思いがずっとありまして、まあちょっと以前は葉山に住んで、葉山はちょうど海が見えてたんですけれども、まあ、今、ちょっとまた別のところ、別の海が見えるところ、どこがいいかなってずっとも探してたんですね。まあ、もちろん日本っていうと海に囲まれてますので、海が見えるところってたくさんあるんですけれども、まあ、その中で私たちはこう、まあ、ちょっと温暖なところで、こう気候のいいところでしかも海が見えるところ、ちょっとまあ、瀬戸内海とかね、四国とかもいいなって思って、その辺もちょっと回ってみたこともあったんですけど、やっぱり最終的に淡路島、ここもね、まあ、瀬戸内海に面してますので、淡路島いいなーって、ちょっとこう、ずっと思ってたんですけど、ね。ここ何年かにわたって何回か行ってるんですよね。うん、なんか気に、まあどんどん好きになるっていうか気に入ってきていて。いやー、いいね。山もあって海もあって。で、食べ物がすごく美味しい。淡路島で取れるお魚もたくさんあるから、お寿司屋さんに行くと、ほとんどが淡路島のもの。取れたてのもので握ってくれるので、うん、とっても新鮮で美味しいし、野菜、地元の野菜もすごく新鮮で。そうね。野菜が。とっても美味しかったね。美味しいですね。美味しかったし、うん、あと、淡路島牛乳っていうのに、ね、白い箱に青い文字で書いてあるのを見たことある人もいるんですけど、まあ、関西ではよく売ってますね。でもね、うん、こっち関東の方では、あんまりたまにしか見ないんですけど、淡路島牛乳っていうのもあって、淡路牛も育てて、うん、すごく恵まれている土地、恵まれている食べ物とかね、緑とかね、すごく恵まれているところだなと思ってね、すごく豊かな気持ちになるんですよね。うん、とても気に入っていて、ちょっといいね、このあたりいいんじゃないっていうような話を今しています。で、大阪へのアクセスもね、
まあ、ちょっと橋ですけど、橋がありますけど、まあ、近いので、まあ、行ってもね、いいかなと思ってます、ね。大阪は自分の実家があるから、ね。実家があるから大阪のアクセスがいい。まあ、ね、でも、淡路島を渡った先は、兵庫県の神戸の辺り。神戸の辺り。まあ、なんかアクセスは、とても、交通の便は、まあ、そんな素晴らしくいいっていうわけではないですけども、アクセスはできる。そういう。島なんだけどアクセスがいいってことですね。三倉島とか、イルカがいるね、三倉島とか、戸島とかもいいんですけど、やっぱり東京から行くのに、ちょっとアクセスが悪いのでね。その利便性も考えて、自然とか豊かな風土もあってっていう。で、海が見えながら住めるっていうところを探していくと、結構いろいろ限られてくるんですね。で、それで今、淡路島、とても候補に上がっていて、そこに住めたらいいなっていうことを考えていますね。で、そこにね、ここからはちょっと夢物語になるんですけど、そこにですね、ちょっと大きな土地を、もしね、持つことができたら、そこに、まあ、こうやって自分を思い出していきたいっていう人たち、うん、こういう生き方をしていきたいっていう人たちが集まって暮らして、みんなでね、毎日そういう話をしながら、普通に生活をしながら、その生活をしながらでも、みんなと関わりながら、それと自分を思い出すっていうことをベースに暮らしていくっていうことができる、まあ、コミュニティ的なものっていうのがね、作れたらいいなっていうふうに思っています。まあ、勝手にイルカ村構想と呼んでいますけど。そうですね、このイルカのバトルリースアカデミーの仲間ってそういうふうにちょっと呼んでますけど、まあ別にイルカに かからず、そういうふうに生きてみたいなっていう方がいらしたらね、ぜひともね、いろんな企画を練りながらね、これからの、まあ、夢物語なんですけど、やっていけたらいいなっていう。もしですね、こんな土地がありますよとかね、そんなご提案かもしありましたら、ぜひね、教えていただけたらと思います。うん、で、まあ、私たちは割と柔軟なので、今、淡路島って言ってますけど、ああ、もっといいところが、こっちがいいよってなればすぐそちらに行きますし、ああ、こんな土地があるから来て来てって言えばすぐそちらに行ったりとか、まあ、臨機応変にその場その場でピンと来たところに向かっていつも動いていますので、思うまんまに動いていますので、何か今固定したものっていうのがあるわけではないんですけど、いろんなアイデアを浮かばせながら、いろんな方とお話をしながら、その今はね、アイデアの世界で遊んでいるっていう感じなんですけど、これはぜひとも今世生きてる間にですね、まあ、願わくば早いうちに。私たちはそこにちょっと情熱を今感じてますので、ぜひそういうの実現できたらいいなって思っています、うん、チャットを見てもらって、こうしたらいいか、うん、まあ、ちょっとチャットを開きましたので読んでみたいと思うんですけど、チャットが下に行かない。スクロール下に行かない。行かない。これが一番下。今出てる一番下のところから読ませていただきますね。あ、出たかな。あ、下に出てきましたので。出てきました、ね。あ、たくさんの方にアクセスいただいてありがとうございます。佐藤さん、おはようございます。だらちばさん、おはようございます。支部局大塚さん、おはようございます。おはようございます。あ、次郎さん。おはようございます。ニコさん、おはようございます。ドルフィンアイさん、おはようございます。事務局小林さん、よろしくお願いします。ヨシヒト小泉テディさん、おはようございます。ハチペイさんでよかったですかね。おはようございます。サトラさん、おはようございます。サトラさん、先ほども。カオルさん、おはようございます。ますまー、あ、ちゃん、おはようございま います。山本理香さん、フルネームで、おはようございます。くまくまさん、おはようございます。雪だるまがあるので、きっと、そっ
雪が降ってるんでしょうか、ああ、そうなんでしょうね、積もってるんでしょうね。岩手ですね。岩手ですかね。うん、ドルフィンアイさん、今日もよろしくお願いします。ミミミさん、おはようございます。エコロさん、おはようございます。テリーさんが、みんなにとって大津というのは重要な場所だったんですね。そうですね。そうですね。まあね、あの、大津って、まあ、よく言われてる地球の、ちょうど子宮の部分に当たるってね、言われてますけど。まあ、日本の中でね、ちょうど地球の部分に当たると思うんですけど、まあ、なんかこう、育むというか、ね、生み出すというか、うん、生まれるというか、うん、新しいものがこう生み出されていくような力っていうのがある土地なのかもしれないですね。うん、あるように感じます。はい、でも、淡路島もそういう感じだよね。国生みでイザナギの二人 の、ね、あの愛によって、営み、愛の営みによってこう島が生まれてきた。でそこからアマテラスオミカミも生まれたし、神々を生んだっていう神話があるんですけど、そういう何か新しいものを生み出す力、まあ、新しい国、新しいスタイルっていうのを生み出すのに何かすごくかきたてられるっていうかね、そういうエネルギーがあるように感じます、うんうん、あそこに行くとね、そんな気になってくるんですよその気になりやすいので、その気になるというのはまたいいかなと思ってね、うん、カナニャンさん、カナニャンさん初めてかな、おはようございます。イルカ子さん、半分抜け殻のアイコさん、剥きたてのつるっとしたゆる卵みたいでですね、本当抜け殻ですねなるほど、ね、抜け殻です本当に今ジローさん、綾子さん、全然ひどいことなんかないよ。少女みたいな可愛らしさで。もうありがとうございます。ジローさんね、今日もありがとうございます。抜け殻。あ、テリーさんも、美しくて可愛い感じ。だそうね。ありがとうございます。自分だけですね、こう思ってるのは。エコロさん、自分も戻ってきてないかも、眠い。夢たくさん見ていたしな。本当、なかなか戻れないですよね。夢が何重にもなってるんですね。そうか、本当そうですね。くまくまさん、私も、これ、数字が入んないんですよね、きっとね。何歳代の時に温泉旅行したと、未来夫が生まれ故郷だったんだという必然さ。そうでしょ、きっとその時のね、温泉の印象がね、強烈になんかこう出てくると思うんですけど、だからか、みたいな。あ、そう。ありますよね、そうですね。うぶずな様だったんですね。テリーさんね。うぶずな様でしたね。何神社だったっけ、武部神社って言って、ちょうど、大津プリンスの、ちょうど川が、瀬田川ってあるんですけど、その向かい側にある神社が私の仏な神社なんですけど、ね、そうですね。まあそこは大和たけるの御事を祀ってたので、うん、ね、まあそう、ご縁があるのかもしれないですけど。うん。うん、直弘さんですね。おはようございます。直弘さん、おはようございます。くまくまさん、20代です。あ、20代に行った温泉が、うちのご主人の、生まれ故郷、だった。ねえ。ね。でも私、なんだっけ。大学に入ってね、1年の時の夏休みに、それこそ青春18切符で夜行列車に乗ってですね、友達と京都に旅行に行ったんですけど、その、京都でね、当時に来たんです。うん、で当時に行って、こう、まあ、ものすごい暑かったんですけど、そこで歩いてて、男の学生の人に、3人のね、男の学生の人に会ったんですけど、そのうちの一人は、まあ、絶対このドルフィンした暑さだと思うんです。うん、勝手な話なんです。勝手にね、自分の中で、あの時のあの人は絶対この人だっていう。で、その時も強烈にただの学生なんですけど、強烈に。京都で京都でね。うん。お前話してる。聞いた。
京都ですごく一人の人が気になってですね、ってこうなったんですけど、まあそればかりちょっとね、確かめようがないですけど、確かめようがないですね、自分の感覚だけです、うん、妄想の世界かもしれないです。でもそこの学校にいたんだよね。まあそうだそうです。サトラーさん、琵琶湖を見ながらサイクリングはすがすがしく感じ、楽しかった。今度は琵琶湖一周したいな。うん、いいですね。琵琶湖ってよくね、こう、マラソンとかもね、ありますし、サイクリングにもとてもいいですよね。もう私も行きたいですね、サイクリングにあそこに。行きたいですね。うん、よく自転車で旅行とかしてたの、ね、うん、私もそう、自転車好きなんですよね。北海道とか四国とか。うん、時々には私たち、そこの江戸川って近くにあるんですけど、そこに二人で走りに行ったりしてますね。行きます。うん。ウフィンアイさん。地元の新鮮で美味しい野菜がいい。そうね、もう。やっぱ新鮮な野菜って全然違いますよね。本当にね、ただの、うん、ただのっていうかね、サラダを頼んだんですけど、その葉っぱの一枚一枚が美味しくてびっくりしたんですね。一枚食べて美味しい。二枚目レタス食べて美味しいっていう。もうなんか本当にこう、生きてるものを食べてるって感じがしたんですよね。まあね、うん、東京っていうかね、こっちの方の野菜と、あ、なんか違うって。うん、まあ、そのお店が良かったのかもしれないし、毎日地元の人がその野菜を食べてるかは分からないんですけど、うん、いや、美味しいと思って、感動があります。なんかみかんも美味しかったよね。みかんのね、一袋一気に食べてしまったね、美味しすぎて。うん、テリーさん。意外と淡路島大きいですね、そう大きかった。大きかったね。一周すると結構、一日がかり、車でですね、本当一日がかり。12月に行った時は、あちゃーって言って、大阪を お昼か午前中に出て、淡路島行って、で、島に行くと一周したがるっていうドルフィニストーズの習性がありましてね、車でこう走り出したら、すごいいいところに来たらもう6時ぐらいになっちゃったんだよね。そう、ずっと海岸線、まあちょっと海を見たいっていうんで、海岸線をずっと走ってるうちに反対側まで行って、そしたらもう暗くなってきちゃった。そう。で、こっから、じゃあ、千葉のね、ここのアカデミーまで帰ってくるのにって言って、ナビに入れたらで、翌日の朝6時だったの。それで、ああ、そんなに運転できないっていうことで、じゃあここらで泊まっていこうって言って泊まってきたんですけど、で泊まったらね、また島が好きになっちゃったんで。やっぱりそこで食べる食事が美味しいっていうのは結構魅力的ですね。だから、ちょっとした島っていうよりは、なんていうんですか、まあその本土と橋で続いてるから、その船で何時間も行く島っていう感覚とはちょっと違う。うん、だから島というよりも、そのまま陸続きの場所、なんか土地っていう。でも島なんだけどね。でも海が近いって感じ。四万十って感じはしないよね、うん、島の人も。と思うんです。でもまあそこはちょっと島の人に聞いてみないと。いや、俺たちは島だっていうかもしれないですけど、お寿司屋さんに入って大将と話した時は、うん、その洲本っていうところが、なんていうんですかね、中心なんですよね。淡路島の中心は洲本で、ちょうどお城があった、うん、まあ、城下町になってるんですね。で、ね、その、そうね、で、そこの主人と話したら、うん、で、その洲本って、やっぱりその城下町だったから、まあ、こういうこと言うとあれかもね、やっぱちょっとこう城下町だったとい こうプライドを皆さんお持ちなんだと思うんですよね。で、やっぱりその、そこに私たちがこう代々守ってきたっていう、そういう意識をお持ちなんだと思う。うん、そういう話をしてくださって、うん、ああ、なんか、なんていう、歴史をね、見させてもらったというか、そうね、ああ、そういうところだったんだっていうのをちょっと初めて分かった。うんで、土地もね、六本木や銀座ぐらいの価格。昔ね、昔はそうだったっていう、ね、自分たちの話を時代、買った時代はそうだった。今はだいぶ安くなりましたけどっていう。でもそれでもなんか、
それでも東京価格。いい値段でした、ね。それでも東京価格。洲本という場所はそういう感じでした。うん、本当に。まあ、その、町になってるところがそんなに広くないので、そこはすごく希少価値っていうか、ね、やっぱりみんなが住みたいところだっていうふうに思ってましたので、うん、ああ、そっか、と思ってました。サトラーさん、淡路島、小豆島、いいですね。以前、友達3人と瀬戸内海の無人島を探検したことがありました。無人島ですか、いいですね。いいですね。そう、小豆島もいいですよね。でもね。オリーブな感じで。うん、そうですね。小豆島はね、船でしか行かれないっていうのはあるけど、でもいいですよね、あそこも、ね。好きです、すごく好きです。うん。うんうん、いいね。ドルフィンアイスもいいですねって。ねえ、いいですよね。和也さん、おはようございます。あ、ちょっとずれた。あれ飛ばしました。飛ばした。あ、ほんと。テリーさんですね。スピリチュアルコミュニティ。そうそう、スピリチュアルコミュニティね。いよいよかな。ちょっと、これは夢物語な感じかもしれないんですけど。出会った頃から話してるのが、ちょっとずつ形になってって、うん、どんどん広がっていったらいいな。これは、テリーさんにも協力していただかないと、多分、できない話かもしれない。黙るとか。あの、うん、なんだっけ、イギリスのね、スコットランドの方の、あ、なんかピンドホールとかね、うん、いろんなコミュニティがありますけど、日本版のね、そういうのができたらいいなっていうふうに。まあでも、そういうコミュニティ作られてる方もね、たくさんいますよね。うん、できたらいいなと思っています。フィルカ村構想、はい、参加します。もうすごい早いね。参加します。すごい参加表明ですね。イルカ村構想いいですね。うん、事務局小林さん。はい、和也さん、うん、はい。おはようございます。熊熊さん。私もどこに住みたいか探していく感じです。淡路島どうですか。ちょっと南の方に行くのはどうでしょうか。ねえ、セントさん。セントさん、おはようございます。おはようございます。テリーさん。イメージだとすごい田舎というイメージがありますね、淡路島。そうですよね。すごい田舎なんですけど、うん、ちょっと。でもね、どんどんこう開発も今ちょっと進んでるみたいで、やっぱ橋ができたからね。うん、なんかこう企業もどんどん誘致されてきてるみたいですね。少しずつだと思うんですけど、うん、最近ちょっとすごく力を入れてる感を感じまして、淡路市の市役所も今立て直してて、すごい綺麗になってたんだよね。なんか、うん、白に青の線みたいな感じの建物、デザインの建物にしていた、うん、いたりとかね。その港のあたりにちょっとおしゃれなレストランとかがあったりですとか、ここから新しく工場がね、3つぐらいこうできるそうで。結構大手の企業が入ってくるみたいなこと。そうするとその周りに土地開発が始まって、分譲地みたいなのを今から作るっていうような話もあるって聞きましたので、なんかこれからちょっと盛り上がっていく感を勝手に感じています。その盛り上がるのがいいのかはちょっとわからないんですけども。まあでもね、今ちょっとまあ注目されてるのかな、ちょっとわかんないんですけど。そういう自分が注目してるんだよね、きっとね。自分が注目してるから注目されてるように見える。そうそう、見えるんだよね。そうするとこう、関西に住む友人たちがね、最近テレビで、淡路島のことよくやってるよみたいな感じで言うんですけど、これってあれですよね、自分が注目してるからそれがどんどん現れるっていうね、うん、だからなんかよく自分がね、妊娠するとね、妊婦さんばっかり目につくって、それまでは妊婦さんが世の中にいるのほとんど見たことなかったのにとかね、自分が車買おうとしてなんかこの車いいんじゃないかって思うとね、うん、走っててもその車ばっかり目に入るとか、そういうことってあると思うので、うん、今私たちが淡路島にフォーカス向けてるからね、そういう風な感じになって、その見てるものが現れるっていう、ね、これこそが想像なんだと思うんですけど、うん、そんなことが個人的に起こって、うん、はい、います。ゆっこさん、あ、テリーさんね、テリーさん、日本のどこかにちゃんとしたスピリチュアルコミュニティ欲しいよね。変なコミュニティもあるんですよ、うん。そうなんですよね。ね、変なコミュニティ。コミュニティ。そうそうそう。まあ、
まあね、でもこうちゃんと運営するっていうのもまた、まあ、難しいところもあるのかもしれないですね。うん、仙台とかにね、うん、日本でもそういうのいくつかできたりとかしたと思うんですけど、まあ、いろんな形を変容しながら、まあ、なくなっちゃったり形が変わっていったり、うん、まあ、さちょっとねここではここ数年ではエコとかね、そういうオーガニックとかエコとかそういうライフスタイルっていうのが好きな方たちがいて、そういうスピリチュアルからそういう感じに変わっていったりとか、うん、まあ、いろんなアーティストたちの集団とかもあると思うんですけど、私たちはなんかそれぞれがイルカ的にこう、まあ、なんていうのか、自立してる方がやっぱりうまくいくのかなって思うんですよね、うん、こう依存、もちろんね、お互い依存しない一緒に共同で、うん、あのもちろん一緒だから生きていけるっていうのはあると思うんですけど、でもそれぞれこう独立自立してるってこともやっぱり重要なことだと思うんですよね。特に精神的にね、自立してるってことも重要なことだと思いますので、まあ、その辺をこう兼ね備えたものっていうのはどうやって作るのかはちょっと分からないですけどね。今ドルフィニストアカデミーの中ではその10年以上アカデミーに来られてるっていう方も結構な人数でいるんですけど、じゃあそういう方たちとね、こういう長年にわたってなぜずっと仲良くしてこれたかっていうことを考えると、みんなそのコビットしてるところが自分の目覚め、自分を思い出すこと、うん、まあ当時だったら成長っていう言葉を使って、霊的な成長っていう言葉を使ってたんですけど、だから常に何かが起こった時に誰かのせいにするんじゃなくて、自分を見るっていうこと、自分の中に全てがあってそれが現れてくるんだからっていうことで、うん、自分を見るっていうことを徹底してたんですよね、うん、だからあなたが悪いんだとかね、こうだから何々なんだって決めつけて、まあ、喧嘩をするっていうこともまあなくはないけど、ほぼない。ほぼない状態で来てるんですよね。うん、まあ、それでもう、ベースが自分を見るっていうベースなので、じゃあ自分を見たときに自分から出てくるものっていうのがありますよね。で、それは、ただシェアする。私こういうことがあって、何々ちゃんがこういうことを言ったりやったりしたときに、これこれこうだから私とても辛い思いをしたけど、 でも私がこれはこういうことがこうだったから自分自身で作り出したんだと思うっていうようにね、その何々ちゃんが悪いんだっていうことをぶつけるとかね、そういうことじゃなくて、ただ自分にあるものをシェアする。そうするとこっちにいた人も、いや自分もあの時はこうでこうだったけどっていうような感じで、お互い心の中にあることをシェアしながら、それぞれが、うん、まあ、自分の思うように自由に好きなように一番したいようにしてそこにいるっていうことを徹底していったので、うん、だからそのシェアもね、うん、なんていう、人にこうし、なんでこうしてくれないんだってこう批判をしたり責めるために言うんではなくて、ただ自分の思ってることをこう、まあ、表現するっていう、うん、まあ、ぶつけるとか、こっちがモヤモヤしたから言ってやったとか、そういうことではなくて、自分のモヤモヤなんだろうって言って、それを真摯に見て、それをシェアするっていうことをやってきて。それは基本的に自分、この自分の気持ちとか自分の感情には自分が責任があるんだっていう姿勢ですね。あなたのせいでこうなったんではなくて、うん、あなたがそうすることに対して自分が反応しているっていうスタンス、私がそれによって、で、なんていうんですかね、ずっと持っていたトラウマが引っかかったとかね、私にこうでなければいけないっていう規定があるので、それ以外のところを自由にやってるあなたに関してすごく腹が立ったとか嫉妬したとか羨ましくと思った、ということは私もそうしたいんだって分かったから今後そうするとかね、そういう誰かのせいっていうものはないし、自分のせいっていうこともなくって、ただその自分が気づいて自分を知る機会なんだっていうこと。あくまでそのもしシェアしたとしても、それはこう自分自身をに気づいていくためのきっかけなんだっていうふうなスタンスで、もうだから本当に自立してる精神ですね。思って望むっ
ことが、やっぱりとってもコミュニティがね、こう健全であるためには、それがとっても重要なんだろうなって。うん、それも、まあ、もちろんね、助け合うところは助け合うんだけど、結局、精神的な部分のを助けるっていうのは、本人がやっぱり責任が最終的にはありますので、そこはね、こう必ずそこに戻るようにするっていう、うん、そういうのが大切なのかなって思います、うん。そしたらね、本当にそのいるだけで自然と助け合いになってるんですね。うん、助け合いなんだけど、助けるとかじゃなくて、いるだけで助かってるって助けてて助かってるって、うん、もうだから存在してくれてありがとうっていうところにいて、いてくれてありがとうっていう、いるだけでも本当にありがたいんだっていうようなことに結果としてなっていく、いるだけでありがたいんだよねっていうことではなくて、もう本当にそれが自然と、うん、言いたいことを言って、誰かが何か言ったことに関して嬉しいとかありがとうとかそういうことを言ったり思うことを言ってるんだけど、それを返ってくることでまたその人が何か助けられたり救われたり、とても喜びや幸せを、受け取ったりっていうようないい循環が自然と生まれてくるんです、ね。基本にこう、まあ、自覚が必ずベースにあるっていうことですね。で、全ては自覚をするたび残ってるっていう視点で見ているっていう、そこが頑張りたいなんでしょうね。うん。あと基本はやりたいことをするやるっていうことだと思うんですね。うん、やりたいことをやってないと、もう不満でいっぱいになっちゃうんですね。常に我慢している状態。そうすると満足できない、不満になる、楽しくないっていうことで、そうすると自分が満たされてないので、やっぱり外に向かって、見るもの見るものが羨ましく見えたり、なんか、また、うん、すごく不満がね、どんどん引き出されてくるので、とにかくやりたいことをやって、その我慢しないで、うん、本当に今したいと思うことをしてたら、もう満足してるし、自分幸せなんですよね。だってしたいことしたら幸せじゃないですか。で、そうすると、したいことに付随する、いろんな日常的な生活のことだったりとか、あとは仕事でもね、したいことが確認できてるっていう意識があれば、それに付随するエトセトラも、これが嫌なんだ、あれが嫌なんだっていうよりは、なんでもないちっちゃいことになっていくっていうふうに思うんですよね。これは、まあ、経験上そんな風になったんですけど、それでも自分の苦手なものだったり嫌いなものだったり不得意なものっていうのはあってね、それに対してはね、いろんな気持ちを作ったりもしますけど、うん、でもなんかそういうことがとってもうまく、自分が自然にしてたら、自分の思うようにしてたら、とってもうまく、誰かが、自分がしてないところは誰かがやって、それは誰かが得意なことだっていうのが本当にこう回っていくんですね。自分のしたいことをしてたらちゃんとそれだけで回っていくっていうことが起こってって、まあ、ただね、そのコミュニティの中でじゃあ、うん、やりたいことがない情熱を持てるものがないっていう時にやっぱり外に出ていくとかね、その自由もやっぱり大切なんだろうなと思うんですよね、うん、そこでだからその出入りがこう自由なっていうこと、まあ、そういうのもまた大切になってくるんです、うんうん、人って変化するのだけはね、変化することだけは変わらないっていう言葉とかよくあるけど、うん、どんどん考え方も変わっていくし、好きなものとか興味の対象っていうのも変わっていくので、うん、ただね、まあ、そこで、まあ、その建物ができちゃうとその、まあ、動かせないものができるので、まあ、その辺をどうしていくかっていうのとかね、まあ、いろいろ考えることはありますけど。はい。セントさん、ね。私はセント。あ、ゆっこさん。ゆっこさん。おはようございます。仕事場からちょっと怖い人。お仕事していきますね。メッセージお願いします。お仕事場。うん、職場からなんですね。うん。お仕事。頑張ってください、ね。頑張ってください。おはようございます。ゆうこさん。仙道さん。私は先月、屋久島行ってきましたけれど、屋久島も良かったですね。屋久島もいいですね。屋久島もいいですね。すごい潤っ
潤う感じですよね、うん、緑とあの湿度で、うん、本当に緑が濃いし、本当に原生林、原生林ですよね、あそこはね、もうあそこ歩いてるだけで元気になります。熊さん、地球の変動を観察しつつ移動、島好きですよ私。ああ、そうです。島いいですよね。うん。うん。そうそう、地球の変動すごい感じます。そう、昨日の夢は面白かったんですけど、なぜかアメリカに自分が いるんですね。その、アメリカの、なんていうの、おまわりさんポリス。おまわりさんと立ち話をしてるんですね。こう、私たち二人とおまわりさん二人で立ち話してると、もうそこに住んでたあらゆる動物がドワーって移動していくっていうのを夢の中で見たんですけど、そのあらゆる動物に混じってこう妖怪みたいなのとかね、俺こんな生き物いるんだみたいなのとか、宇宙人みたいなのとかがドドーッと移動していなくなっちゃうんですよね。ものすごい大量な数だから、ずっと時間をかけてこうやって移動していくんですけど、でまあ拙い夢の中だからもっと流暢に話せばいいのに、拙い英語でそのポリスとやり取りして何が起こるんだろうねっていう話をしながら、じゃあ私たちも行った方がいいんじゃないかっていうような話をしてて、そうするとポリスが僕たちは仕事があるから行くわけにはいかないって言って、でもこんなになってる中、仕事と私とどっちが大事なのなんていう話を夢の中でしていたね。ちょっと思い出しました。別に何がどうなのかわからないんですけど、うん、でもなんかそういう動きを感じますね、うん、はい、トンコさんですね、おはようございます。おはようございます。日野さん、日野、ああ、そっか、日野のトンコさんですよ、日野のトンコさんといえばわかりました。日野さん、京子さん、おはようございます。淡路島いいですね。人形浄瑠璃文楽好きです、盛んですね。インド調理になった。京子さん、じゃあこの文化色高い書き込みはあの京子さんですね。なるほど、ありがとうございます。吉人、小泉さん、テリーさん、日本のコミュニティは王様が現れておかしくなっちゃったところがいくつかあるんだよね。なるほどね、うん、王様出ちゃうとちょっとね、家来が、おかしいです、ね、家来が出ちゃう、なんか主従関係になっちゃったらおかしいですよね。奴隷制度になっちゃうからやっぱみんなが主人じゃないとね、おかしいです、ね。そうだね。その時々で王様がこう移動していくみたいな。うん、アブリジニとかもそうなんですよね。うん、確か。長老はいるんだけど、じゃあ何々の子供についてはこの人が得意だから、じゃあこの人に仕切ってもらってとか、うん、あ、今度こういう、こんな風になってるから、じゃああなたがこの風を読んでくれますかとかいう感じで、長老が取り仕切る、うん。まあ取り仕切るっていうかね、そういう長老として存在して、あとはそれぞれ、得意な人がね、やりながらっていうふうに聞いたことがあるんです。まあ、王様がこう変わっていくっていうのもいいですよね。持ち回りで。持ち回り。はい。くまくまさん。独立個人の込みがいいな。そうだよね。深尾さん。うん。そう思います。ケリーさんね。精神性がしっかりしてる人が作り込めてもいいですよね。うん、いいですよね。そうやって怒ることを通しながら、うん、みんながね、うん、どんどん、そうですよね。そう思い出すきっかけになったりとか、うん、あ、こういうところで自分にあったんだなとかね、うん、いろいろしながらこうやっていけるっていうのは、とってもいい環境ですよね。ビルカコさん。シェアしながら私に向かっているし、ああ、なるほど。そうですね。どんどん、どん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 自分に向かって、うん、自分をどんどん発見していくとかね。くまくまさん、そうそう、私主体ですね。うん、そうですね。うん、はい、事務局小林さん、起こった出来事、自分に責任があるけど、自分を責めなくてもいいということも学び、すごく自分でいることが楽になりました。うん、責めなくても、そうです、ね。責任があると、責っていう字が責めるっていう字だから、なんか、それが悪いんだとか、原因を追求して、みたいなところがあるとね。うん。誰か犯人がいて、その人を責めるみたいな構図になりますけど、怒るだけなので、誰かが悪いとかっていうのは、
ないし、自分が悪いのもないか。ただ自分がその感情を起こしてるんだっていうふうに分かってるだけでいい、自分ですよね。うん。それだけ。うん、ねえ、状況も人もあるがままなだけです、ね。自分もあるがままなだけなので、うん、それを思いとか感情も考えも湧き起こってくるんですけど、それが私自身ではないっていうスタンス。うん、私が作り出しているものであって、私自身じゃないと思ったらとっても楽に生きられますよね。マクマさん、自然な湧き上がる思いが素敵です。うん。そうだね。そうだね。自然。自然。自然。テリーさん。都会も田舎もどちらも、うん、素敵ですよ。やっぱりその都会で良さがありますよね。都会も大好きです。うん、何もない田舎も大好き。うん、まあ、その両極って面白いね。やっぱりエキサイティング、うん、何もないっていうのもエキサイティングだし、うん、もう作られた最先端のものっていうのも、うん、うわこんなの作れるんだっていう面白さとか、うん、強烈さとかね、エネルギーがありますよね。うん、テリーさん、淡路島と大阪と東京にコミュニティがあるとか。なるほど、ね。とってもいいね。大都会にコミュニティ作っちゃいましたね。ねえ、大都会にそんなのあったら面白いよね。うん。あ、山本里香さん。今日は私たち夫婦の結婚記念日です。ああ、おめでとうございます。2月2日に夫婦の日。おめでとうございます。なるほどね。うん、いいね。タリカさん書いてる。クリーパーの時、あやちゃんはつぴの結婚記念日で、私の旦那様の誕生日だし、いろいろシンクロしてて嬉しいです。あ、旦那様の誕生日なんだ。そうだったね。なるほど。本当におめでとうございます。今日は二人で素敵な日をお過ごしください。何かお祝いするのかな。うん、ね。まあ、リカさんね、今月、淡路島に2人で行ってみようと思います。いいですね。ぜひ行ってみてきてください。そうね、ぜひ行ってきてください。なんかメッセージいっぱい。うん、ね、ちょっといっぱいですね。読んでたら、もう1時間経ってます。あ、ちべえさん、毎週毎週自分で選択してるんですよね。すべて自分が選択してるということに気づきました。はい、そうですよね。本当自動的に怒ってるんだけど、うん、怒ってるようで、でも私がそうしたくてしてる、うんうん、っていうのは違いなんですよね。こういうふうに言われたから、そういうふうにしてるんだって思うことも、そういうふうに言われて、してもしなくても自由なのに私がするっていうことを選択してる。うん、でね、常に私主体で、私が選んで、瞬間瞬間選んでるってすごいですよね。うん、私が決めて、私が想像している想像主って思ったら本当に自由ですね。うん、あやちゃん、おはようございます。久しぶり。うん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ケリーさんですね。で、全部王様になっちゃう人って心の病気なんだよね。そう、まあそうですね。王様病。王様病。まあ、こう、まあ、そこに、自分の価値を見出したり、まあ、依存していくっていうことなんですよね。うん、王様である姿が私自身だって。うん。周りに人がいること、価値を読むなってくるんでしょうね。ね、うん、そしたらナンバー2病とかね。そういうのもあるかも。家来病とか、王様で、姫病、お妃病とか、いろいろあるかもしれない。うん、自分の中にいろんなね、過去性からのストーリーがあるから、それが発動してきちゃうかもしれないですね。カズヤさんね、小さい頃に夢中になったことを思い返してみると、自分がワクワクすることのヒントがあったりしますよね。しますよね、本当にそう。本当そうだ、ね、だから知ってるんですよね、うん、子供の時からね。ちっちゃい時は本当に純粋にそのまんまですからね。一番興味があることがもうその時からあるんですよね。ドルフィンアイさん、昨日テレビでピーターさんがキャンピングカーで旅したいということで、キャンピングカー体験するのをやっていて、キャンピングカーもいいなぁなんて思いました。フィンドホーンのキャラバンパークみたいにキャンピングカーを利用するなんて妄想したり、移動できるのも便利とか、いろいろ問題点もあるけど、一つのチョイスとしてあるなぁ。キャンピングカー。ピーターさん、前ご近所さんだったんですよね。
ね、キャンピングカーも私たちなんか見に行ったりしたよね。うん、いろいろね、うん。そうそう、キャンピングカーはそう確かに問題点もあるんだけどいいですよね。うん、キャンピングカーでずっと、ね、キャンピングカー興味ありますね。ね、日本中旅行したいと思ったこともありました。うん、するかもしれないです。田村さん、おはようございます。あ、おはようございます。リカちゃんおめでとうございます。天野さん間に合った。お久しぶりです。あつこ、じゅうさん。あやこさんって本当にイルカに似てるんです。似てますか？よく言われます。天野ちゃん、おはよう。おはよう。ももさん、すべて私が作って。作って。てんてんてん。本当ですよ。キムモモさん、スピテレビ、おはようございます。キムモモさん、おはようございます。モモさん、すべて私が作ってるというのと、非人間の私はいないは真逆だと思うのですが、どちらもそうだなと思ってしまうならば混乱してしまいます。どうお考えですか？どうお考えですか？なるほど。ちょっと非人間のメッセージの正確に何を話してるかっていうのを全体として把握してるわけじゃないんですけど、私はいないっていうところだけこう取っていくと、私が作っていく文字で見たら確かに真逆に見えます。うん、そうですね。見えますよね。でも、でもここの、まあ、自覚っていうね、私が作ってるっていうスタンスでは、すべては、私っていうね、思ってるこの個性ですよね。この個性も私が作ってるっていうスタンスなんですね。で、この私の個性は実は、だから、なんていうんですか、幻想なんだって。それ自身も作ったものであって、それは固定ではない。例えば、前世の私の個性と今世の私の個性は違うわけなんですけども、そういう感じで、前世の個性っていうものは、ないといえば、今の私にとってはないといえばないわけですね。うん、言葉を変えたら私はいない。ということは、今世の私の個性は、もうないといえばない。だからといって、じゃあ、それを作ってる側の私っていうのがいて、それは、やっぱり、いつもいるわけなんですよね。だから、その非人間の私っていうのは、多分ここの個性の私が、はいないんだっていう話をされてるのかな、とも思うんですけどね。でも、ここはちょっと、よくすり合わせしたことないんで、ちょっとわからないですけどね、うん。私が作ってる私というのは、何て言うんですかね、言葉を変えたら大いなる私。で、この肉体を持った個人の私ではないんですけど、でもこの個人の私と大きな私って境目がないじゃないですか。どっちも私だから。だから、まあ、私たちもそうですし、キャンドルライトのマスターゲート氏もそうなんですけど、ここを区別して扱ってないんですね。大きい私、小さい私とも言わないし、それ全部ひっくるめて私としてるんですけど、私というのはその偉大な創造主なんだっていうところでの私。まあ、言葉を変えれば本来の私という方もいらっしゃいますし、大いなる私っていう方もいると思いますし、創造主という言葉だったり神っていう言葉を使うと思うんですけど、そちらを指していて、で、じゃあ個人の私っていうのは作ったものなので、いないっていう表現っていうふうに見たら同じことを言ってるのかなっていうふうに思います。でも、そこは、ちょっと、非人間の方と、お話しされてる方と、ちょっとね、ちゃんとこう、お話ししたことはないので、わからないんですけど、あ、そうですね。はい、非人間をね、言ってる方も、もちろん、動画とか見させてはいただいたんですけど、細かく話してないので、わからないっていうところですね。そうですね。マコーリンさん、おはようございます。なんか最近ネガティブな感情というか、落ち込む状態が続いていて、それが自分でもコントロールできなくて、自分自身と翻弄されています。自分の中のすごいものが出てきたなって感じです。どんどん出てくると思いますね。いろんな感情がね。コントロール。もしコントロールできないなら、手放してもいいかも。コントロールしないっていうのも一つかもしれない。だから落ち込むんであれば落ち込んでみるっていうのもいいと思うんですね。落ち込んだところで
その、もともとの私がいて、落ち込む私っていうのを想像してるだけで、この私は、そういう体験を作っているだけで、こっちの私は変わらずいますので、全然大丈夫なんですね。どんだけ落ち込もうが、どんだけハッピーになろうが、それは私の考えとか感情によって作り出している。どんどんこうやって作り出しているだけなので、それによって落ち込んでしまったから、ダメになっちゃうとかね。ハッピーだから、テンション高いからすごい幸せなんだっていうことではなくて、そういう状態を体験しているだけなので、とことんしてもいいと思うし、自分の中でネガティブな感情が出てきたんなら、あ、こういう感情も想像できるんだ、すごいなっていう感じで、その今まで味わったことない感情っていうのを味わってみたらいいと思います。その落ち込むっていう状態を、まあ、ちょっと、ね、恐れていらっしゃるかもしれない。まあ、当然嫌ですよね。嫌でもちろんいいんですけども、それを恐れずにその状態を体験しきってしまうのもいいかもしれないね。そうすると、あ、こういう風になっては大丈夫なんだっていうことを体験したら、ちょっとこう手放せるのかもしれない。そう、大丈夫な、変わらない自分が必ずいますので。ここにフォーカスしていくっていう。重いんですけどね。この感情が落ち込むところをとことんやっても大丈夫です。全然大丈夫ですので、その中にダイブしていってみてください。はい、ケリーさん、すべて私が作っているというのと非人間の私はいない。全部自分になったら自分はいないになってしまうので、同じだという結論になりました。全部自分になったら自分はいない。全部自分になったら自分はいない。なるほどね。わかりました。それもいい。そうですね。ケリーさん。色即デック、空即デシキ。ある自分とない自分。ない自分とある自分とか。なるほど。まあ、そういう、だから、こう、相反するものにこう見えるわけですよね。でも、それ、また、今月のね、1月のメッセージでルカ君が言ってたんですけど、その、あるとないが同時に存在してるのが、この地球、この世界だから、こっちから見たらあるってなるし、こっち側から見たらないっていうだけで、それ両方ともあるんだよって、コインの裏表なんだよ。で、これが同時に相反するものが自分の心の中でも、現実でも、二つ出てくるから混乱する。どっちかにしなきゃいけないと思うから、この二つを葛藤させて、戦わせて、どっちにするんだ、どっちがいいんだっていうふうになるんだけど、二つが出てきて、そのまんまあるけどないよね。とかね。まあ、嫌だけどやりたいよね、みたいなね。欲しいけどお金なくなるよね、とかね。そういう相反するもの、自分の心の中に出てきたときに、そのまんまにしておけばいい。戦わせてどっちかにしないで、まあ、ただ自分の中にそういう、いいけど嫌だとか、好きだけど嫌いとか、あるけどないとか、そういう二つをそのままにしておいたら、あるがまんまでいいよね。ノリと光コラボレーション。フレッツ一人ユーザーなら乗り換え簡単。お得のフレッツ光コラボレーション。始まってしまった。ケリーさん、この辺で2月のメッセージを入れて。すいません、2月のメッセージお願いしてもいいでしょうか。お願いしてもいいでしょうか。こんにちは。ドルフィニストアズです。ドルフィニストアヤカです。今日は早間の近くで公開収録させていただきます。この映像と違うかもしれない。お集まりいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。懐かしい。ちょっと探していきます。ごめんなさい。お願いします。大丈夫です。ホームページのトップにありますので。ありゃりゃりゃ。すごい懐かしい。映像が。
でもまた若く感じるよね。でもまだ1年も経ってない。まだ1年も経ってない。本当に半年。うん、半年前ですよね。うん、あ、2014年。あと1年経ってるの。うん。じゃあチャットの方に戻りたいと思います。うん、これも浄化の過程なのかと。なすのままにしても、やっぱり自分自身は疲れます。疲れます。疲れますよね。うん、で、もちろんね、疲れますよね。うん。だからもう、まあ、その疲れるのは、もうそれ、そうだね。うん。もうしょうがないですよね。もう連続なので、連続なので、もうどんどんやり過ごすというか、どんどん出てくるままにして、どん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 してるといいかな。まあ私はそうしてます。もう次々出てきては変化していくので、うん、はい、今まで長い旅路のものがいろいろ出てきますよね、いろんなストーリー、うん。でもそれ自分じゃないので、うわ、こんな自分嫌だと思うと、なかなか愛せないし、あるがままって言っても見たくないんですけど、ああ、こういうものも作って、ああいうものも作れたんだっていう創造物として、作品として見ていくと、いいかもしれない、ね。ただその、出てきたものをテーブルの上に乗せて、ああ、こうだったんだ。ああ、こんな風だったんだ。ああ、こんなのもあったんだ。って言って、ただこう眺めていったらいいと思う。そう、作ったものをどうしてもね、評価したくなる、キャッチしたくなると思うんですけど、うん、本当にそのまんまにしておくっていう、まあそういう訓練だと思ってですね。うん。眺めてるっていう。訓練。どうでしょうかね。ね、でもやっぱり疲れると思いますよ。疲れます、ね、うん。本当によくわかります。マコリンさんのこれも始まってるのですね。で、ボルさん書いてます。モモさん、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。大塚さんね。テリーさん、今流れてる。ああ。ありがとうございます。あ、準備できたそうですね。さあ、テリーさん、ありがとうございます。じゃあ、テリーさん、お願いします。じゃあ、2016年2月のメッセージ。はい。お願いいたします。ドルフィニスタアツです。ドルフィニスタアヤマです。今日も葉山の会場から公開収録させていただいてます。皆様お集まりいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。本当にいい天気でね、素晴らしいですね。素晴らしいですね。うん、ね、2月のちょっと寒くなってきましたね。そうですかね。寒い。早速なんですけど、2月の方のメッセージをイルカくんの方に聞いていきたいと思います。こちらの綾子の方はイルカのスピリットイルカくんとつながって、今からお話ししていきます。ではイルカくんお願いします。イエス、僕はお話ししてもいいですか？お願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。受け止めたいっていう気持ち、うん、どんどん大きくなってるんだよ、うん、まあ、
ね、全てをこう許してこう全てを受け止めてるみたいな感じですね、そんなしてさ、ちょっとずつ受け止めて、ちょっとずつ受け止めて、ちょっとずつ受け止めてったらさ、だんだんちょっと未知の領域に入っていくじゃないですか。今まで見てなかったものが見えてくる。いや、潜在意識の奥に奥にしまった自分の気持ち、嫌な感じしてきたんだよね。でもね、例えばだよ、自分なんて大したことないとか、自分なんて幸せになっちゃいけないとか、自分なんて豊かさとほど遠いとか、そうやってね、自分の美や豊かさ、優しさ、そういったいいものなのに、こんな自分じゃいけないって奥に奥に抑えてしまってるのいっぱいあるんじゃないですか。本当は好きなのに、それじゃいけない、そうなってはいけない、良くないって言ってなりたい自分なのに抑え込んでるっていうの。いや、それ見たくないっていうよりも本当はそうなりたいのに、なんかこう押し合ってた。いや、そういうのあるじゃないですか。だとしたらさ、なんか今の話聞いてるといいものを奥に眠ってるみたいな印象ないですか。嫌なものも見えるかもしれないけど、いいものいっぱいあるかもしれない。いっぱい潜ってるかもしれないよね、宝には。でもさ、そのじゃあ綺麗になることだったり、豊かになることだったり、もっともっと素敵ななんか生き方、暮らし方、そういうふうになるのをいけないよ、ダメだよって抑え込んだにはみんな理由があるじゃん。やっぱそうなったら、なんか自分だけ幸せになったら、なんか誰かに申し訳ないとかさ、自分ばっかり目立っちゃったらちょっと良くない。自分だけ綺麗になってかっこよくなったら申し訳ないとか、自分だけお金持ちになっちゃったらなんか悪いよね、悪いことしてるみたいとか、そういう本当になりたいのに、それはまずいと思って抑えてる。まあ遠慮しちゃうしね、抑えてない、そういうことって結構あるじゃん。でもそれを海の中潜って潜って潜って、あ、本当はこうなりたいんだ、なりたいっていうより、むしろもうすでにそういう自分がいたんだっていう出会い、これが2月にいっぱいあるよね。だとしたら楽しみじゃないですか、潜っていくことも。でもそれは潜る宝の前に、ちょっとこれじゃまずい、やばいっていう、ちょっとなんていうかな、心痛かったいろんな今世、また過去世の思いに思い出すから。でも出会った時、もういいんだよ、もう終わりだよ、幸せになっていいんだよ、豊かになっていいんだよ、もっともっと自分を大事にしていいんだよ、愛していいんだよ、人の犠牲になったりね、何かのことを我慢したりしなくていいんだよ、自分を楽しんでいいんだよ、努力努力でいつも苦しまなくてもいいんだよっていう、ずっと頑張り続けなきゃいけないって自分が言ってたけど、しなくてもいいんだよ、もういいんだよっていう、そんな自分に許してあげて、開いてあげて、なりたかった自分になっていって、チャンス2月は出てくるよね。なるほど、いいでしょ。自分はこう許すって感じなんだね、これでいいよって。本当に許していった時、自分の中になりたかった自分はすでにいます、なりたかった現実、欲しかった現実、それを生きる自分がもうすでに内側にいますから、探さないで、内側に入っていって、入っていって、正直な気持ちにどん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 たどり着いていって、そこにはすでにもうその自分がいます。その自分を今まで見たくないってしてたかもしれないけど、認めちゃいましょうって感じ。簡単に言えば、幸せになっちゃいましょう、豊かになっちゃいましょう、楽しくなっちゃいましょう、面白い毎日にしちゃいましょうみたいな感じ。楽しみがちにしましょう、はい、ありがとうございます。
ご覧いただきましてありがとうございました。2月のイルカくんのチャネリングメッセージでした。ちょっとお知らせ告知なんですけれども、私たちが開催しています、悟りクラス、ドルフィニストへの道というのがありますね。で、その、先ほど話した、この、私、大きな私っていうのと、作った個性の私っていうのがいるんですけど、このこっちの創造主の私、大いなる私の方に、方をどんどん自覚していって、はっきり、私が創造主として生きていこうよっていうことをやっています。それにはこの作ったもの、私が考えていること、感情とか、いろんな、そういった自分が想像したものっていうのを通しながら、私っていう大いなるものをどんどん発見していって、私を思い出していくっていうことを、しているクラスです。こちらは最初の2日間の悟りガイダンス 2days っていうのがありまして、こちらが千葉の流山で2月の20日、21日の3週目のですね、土日に10時から6時出ます。こちらの方は悟りっていうのは何なんだろう、じゃあこれから自分は何をしていったらいいんだろう、どんな風に考えていったらいいんだろうっていうので、セラピーやヒーリング的なアプローチでなく、ダイレクトに私っていうのを思い出していくっていうことをやっていきながら悟りを目指していく、悟りに至るというクラスです。これが2月にあります、うん、はい、あと数年ぶりの開催になるんですけれども、ヒーラー養成クラス1、がこちらが2月27、28、その次の週の土日から全6回、3ヶ月にわたって開催いたします、こちらはですね、ヒーリングっていうと、まあ、エネルギーを例えば流す側と受け取る側とか、癒す人、癒される人っていう関係性があるように感じると思うんですけど、実はこれは、お互いの共同創造、共同作業であって、そのどちらか一方がする側、そしてされる側っていう構図ではなくて、二人で、共同して創造していくっていうね、本当に一人一人が創造主で対等な関係で、でその中での、コミュニケーションで、起こっていくものなんだっていうことが、本当に実際体験をも、体験としてね、分かっていくクラスだと思います。でですね、自分自身とつながっていくことを中心に、例えば自分の内側、インナーチャイルドですとか、いわゆるハイヤーセルフですね。で、そういうものと、つながっていくっていうことをしながら、実はそういう区別っていうのをつけていただけで、それ自身もそんなに分けることないんだっていうところまでいきます。それで存在自体がヒーラーになっていくことを目指していきますので、何かテクニック的なことを学ぶわけではないんですけど、そういうですね、存在自体がヒーラーになっていくっていうところにいきます。こちらのクラスの方もご興味がある方、2月の27、28から3月、4月と、ありますので、全6回ですね、やります。よかったらいらしてください。それとですね、もうすぐあと10日後になっていました、2月11日の祝日の日になるんですけど、こちら、東京の新大久保のところの会場でですね、ゆうかくんのメッセージの公開収録をさせていただきます。こちら2時からなんですけど、今度は3月4月分ですね。3月4月分のメッセージです、うん、はい、そのメッセージ収録は30分ぐらいで、あとの2時間はまたこういった自分と向き合っていくワークなどを行っていきまして、それがかなりパワフルなものになっています、うん、でですね、12時から会場を借りていまして、そこでイルカ音頭を踊ってみんなで楽しく過ごしたいと思います。こちら動画の撮影などもありますので、まあ、映りたくない方は、ちょっとその時、撮影の時は外れたりとかもできますので、ちょっとイルカクイルカちゃんに会ってみたいなとか、どんな仲間たちがいるんだろうとかね、イルカ運動とにかく一度踊ってみたいっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひお越しください。うん、はい。それとですね、公開収録の後はですね、新大久保ですので、美味しい韓国料理を、食べに行きたいと思います。こちらもお店の方もご用意して、予約をしていますので、その後の交流もあります。あと、個人セッション2月の13、14、15にあるんですけど、まだ少し、枠があるようですので、こちらもご興味ある方は、お問い合わせを申し込みください。
今ね、イルカくんの声がなんか、わわわわ、我々は、みたいな感じで。ちょっとね、エコーがかかったみたいですけど。今、テリーさんから、あ、設定間違えましたっていうチャットが入りました。エコーがね。今、エコーも良かったですね。宇宙から聞こえ、うん、皆さん聞こえてたと思います。声が響いていましたとか。もう気持ちいいとか書いてくださってる方もいて、皆さんありがたいですね。宇宙から全世界に響き渡ってるようですとか。皆さんも本当にありがとうございます。はい、ありがとう。結構かかっていました。じゃあ早速ですけど、イルカ君の方にね、2月のメッセージについてまたちょっと聞いていきたいと思います。はい。では、イルカ君、お願いします。うわ、お話ししてもいいですか？はい、お願いします。皆さん、おはようございます。おはようございます。2月のいる、はい、2月ですね、うん、皆さん元気ですか？うん、いるかも。元気ですね。僕はとっても元気です。うん、スパッとしてるね。うん、スパッとしてるね。スパッとしたね、うん、なんか決めたんですかね。決めたんだね、いろいろ僕は。うん、うん、なんか僕のこれわわわわわなってたね。うんびっくりしたけど、素敵だった。うん、できとった。うん。2月のメッセージみんな聞いた？すごいいいでしょ？ね、自分の中にあるさ、深い深いところにあった本当の望みが叶っていく？うん。ね、なんか自分の奥にあった望みがこう、分かって、まあ、うん、自分の肌に深く深く潜っていくって言ってましたね。うんうんうん。うん。それでさ、なんでその望みをすぐ今までしてなかったかというと、まあ今じゃない。またこれは後でねっていうことで、うん、そのできる時期になるまで、その自分の深い望みは置いといたんだよ、深いところにね。しまっといたね、うん、自分の奥深くにね。うん、でもそれが、こう出てくるとき、来ましたよみたいな感じ。2月です。じゃあ自分の中からこう出てくるのが苦手なんだね。うん、もう本当のしたいことっていうのは、うん、なんか、もう、一番のことって、ちょっとドキドキするでしょ？怖いでしょ？うん、本当に叶ったらどうしようみたいな感じになるでしょ？うん、またこちらで言うイルカ村みたいな感じ。あ、そうそう。急にそんな大きなこと言ってもどうしようってなるでしょ？誰だって。うん、だから、そういうのは、奥深くに入れとくね。うん、そういう時が来るまで。とか、そんなの無理だよとか、言って、どん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 奥に入れるでしょ。うん、で、なんで奥に入れるかっていうと、もうはっきり言えば怖いからでしょ。うん、そうだね。それをやったら、こんなことになっちゃうんじゃないか、あんなことになっちゃうんじゃないかとか、うん、いろんなことあるでしょ。うん、置いたら、奥にしまうから、そのしまった蓋が、今みんなどんどん1月の間、2月の間に出てくるよ。もうどんどん蓋が、もう下から圧力がすごいのかな。そう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 。1月はさ、なんか2つの自分出てくるって言ったけど、それは本当にやりたい自分と怖い自分、その蓋とその中身が2つ出てきてたんだよね。うん、でも今、うーってなってるところに2月はその蓋はどん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 自分の内側から溢れて出てくるね。怖いとか、こんなことになっちゃうとか、あんなことになっちゃうどうしようみたいなのがいっぱいいっぱい溢れてくるかもしれないけど、うん、結局はその奥にあるやりたいことをやるために、それが取れてってるだけなんだよね。そうだね。なんか袋は、スタンプがいっぱい押されてる。ね、もうテリーさん、僕がブブブブブンってってるみたいな感じ。楽しい感じね。うん、そうみんなね、もうやりたいことはやっちゃうんだね。やっちゃうよ。だってそれやるために来たのに、ずっと撮っといたんじゃしょうがないでしょうよ。うん、でもちろんずっと温めてましたけど、もういいんじゃないって感じ、ね。もう温まったのやめるのみたいな。温まりすぎて。うん、早くしないと腐ってきちゃうの。ああ、もうそんなこと言わないよ、言わないよ。まあ、腐らないよ、ね、うん、早く、なんか、見つけては、それをどんどんやっていく時が来てるね。
そうね。でもね、でもね、じゃあさ、イルカ村って言ってるけど、イルカ村になるまでにずっとプロセスがあると思うよね。うん、しかも今までも全部プロセスだったと思うよね。うん、だそういう感じで、なんかいきなりボンって村ができるわけじゃないし、実は村作ることが目的じゃないでしょ。うん、で村はあくまで形っていうかね、うん、まあ、この物質的な三次元で、まあ、作る、ね、形を作るってなるかもしれないけど、うん、それは結果ですよね。そうでしょ、うん、したいことは、結局はしたいことは自分自身が思い出し、自分のことを思い出していくことをしたいわけでしょ。それでもしかしてみんなそういうのを知ってる人たち時々集まるんじゃなくて毎日のように話したりそういう環境があったらいいなっていうことだから、うん、結局はそこが叶えばいいんだよ、うん、村が叶うことじゃなくて それが叶ってればどんな形だって本当は構わないんだよね。でそれを村っていうふうに、表現してるだけなんだよね、うん、これは僕がハリウッドと一緒でしょ。そうだね、ハリウッド。それが形になるかどうかよりも、そのプロセスってことですね。うん。それで僕が愛をこうやって伝えてることができてれば、ここはもうハリウッドなんで、僕にとってはハリウッドスターだし、ここはハリウッドだね。うん、だから、それをするっていうこと、何かに出来上がることが目的じゃなくて、したいことができ続けることが大事じゃないですか。だから、うん、したいことは、僕は愛を伝えるだから、こうやって毎日毎日してるだから、僕は今ハリウッドスターで、ここはハリウッドの気持ち。うん、そうしたらみんないつだって自分を思い出していきたいんだし、自分のこと、できることをどんどんシェアしたり、やっていきたい、うん、想像し、何かを想像していきたいとか人それぞれあるでしょ、うん、それを毎日毎日できてたら、それはもう夢が常に叶ってるってことじゃないですか。ね。例えばね、私たち今回淡路島行ったんですけど、まあ、ちょっと不動産屋さんもちょっとね、覗いてみましたね。ピンポーン。ピンポーン、ね。こんにちは。いるからね。で、当然不動産屋行ったら、まあ、自分たちの望んだ土地とかね、物件が、まあ、ある、あったらいいなと思って行くんですけど、うん、でもない場合もたくさんあるわけですよね。うんうんうん、自分たちの希望通りに、あれ、これはないですね。それはちょっと難しいんですよ、うん。そういうことも、ね、たくさんあるわけです、うん。うん。でもね、じゃあ、それが全部、じゃあ、叶わないから、じゃあ全部無駄だったとかね。意味がなかったとか。そういうわけじゃないと思うんですよ、ね、うん。自分のしたいことのために、そうやってやってみてること、うん、これ自体を、が楽しいっていうか、これもね一つですよね。うん。うん。結局そうやってずっとずっとやってきてるっていうことでしょ。うん、僕たちはあんなんがいいかな、こんなんがいいかな、どうする？そしたらさ、あんなことしてさ、こんなことしてさとか、こんなのがあったらいいね、村にはこういうふうなあったらいいねっていうことを。ずっと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 話してきたんだから、そうやってる間中ずっと消えない炎、消えない情熱があって、それがどん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 具現化していってて、今もどんどん具現化していってて、それがある時何か形になっていくかならないかあるかもしれないけど、なろうがならないが、それをずっとしていることが、人たちにとっては楽しいじゃない？実際ね、イルカ村できちゃったら、そんな大したことないって思うかもしれないしね。わかんない、ね。村が欲しいわけじゃないから、うん、したいことができてればいいわけだから。うん。そうだ、結局結果じゃない。うんうんうん。うん、ってなっちゃう、ね。想像物じゃないし、結果じゃない、うん。でも、そういうことがあったら、より楽しいでしょ、ね、面白いでしょ、そんなことを。してみたら楽しいじゃない、うん、だからしてみるけど、なろうがならないが、どちらでもいいだね。うん、でもなったら面白いよね、うん。でもね、少なくとも自分の情熱はよく知ってるって、ね。自分のことよく知ってることは大変ですよね。そうね。自分がそうしたいんだっていう気持ち。うん、だからみんな結構失敗を恐れて、できない自分を恐れて、それが負担になってることが多いでしょ。それ、これ人に言えないとか。例えば、ほら、ダイエットして素敵な自分になりたいと思うけど、それが、なんかどうせうまくいかなかったら、人に言うの恥ずかしいからとかできなかったら、
相手らしい失敗したらって思えばこそ人にも言わないじゃないですか。うん、こういう勉強してるとか、英語の勉強してるとか、なんかそういうのあっても、どうせできないとか、発表するものもないと思ったら言わないんだけど、そうやってるうちに、自分だってしたいこともわかんなくなっちゃったり、自分自身にさえしたいっていうことを抑えるようになったじゃん。うん、最初のうちは人に出せないっていうところからやってたかもしれないけど、今度は自分自身にまでやるようになって、本当にしたいことさえ自分でもわかんなくなっちゃった。結局自分が、わかんなくなっちゃって、ね。なんか、どっかで自分の自尊心から、それ言うのはかっこ悪いかなと思ってるうちに、自分がわかんなくなっちゃう。自分にも嘘ついて、自分にもわかんなくなる。ああ、待ってない。だったらもう、ね、どういうふうに思われようが、うん、ね、それ失敗だって言われようが、うん、自分のこと大切にして、やってた方がいいじゃないですか。いいじゃないかってこと。うん、だってそれがしたくて来てるんだったら、うん、それのために今できることをやったらいいじゃん。うん、そうやって自分のことに常に目覚めてることの方がどれだけ重要かってこと、うんうんうん、結果が何っていうよりも、うんうん、私の情熱に目覚めてる。いや、先生、うん、村の小さい形はいつもあったと思うよ。僕たちは東京に住んでた時だって、あ、なんだろう、そこに近くにいたいと思う人は引っ越してきたし、葉山に住んでた時だって近くにいて、こういうことを一緒にやりたいっていう人は移り住んできたしね、うんうん、そうやって、あと機会があるごとに集まってみんなで話してっていうことをやって、ワークショップやって公開収録やって集まってってやってるんだから、それだって村だよね。もう この今このすでにチャットしたりね、こうやってコミュニケーションして、これはもう村ですね。村だよね。僕にとってハリウッドスターだし、アーツピアーちゃんにとっては村かもしれないし、そうやって自分のことをいつもできるんだよね。いつもやってるんだよね。だからそこには全てがあるんだよね。全部がここにあるんだよね。そういうことに気がついたら、いつかできることを求めるんじゃなくて、それもちろん夢とかビジョンとか描いてていいじゃない。好きなだけ描いて、でもそれがすでにもうここにあって、あとはそれがどんどん展開していってるっていうことが起こってる。うん、楽しいじゃないですか、うん、僕は楽しくて仕方がない。ねえ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 、うん、いいじゃないですか、ね、イルカ子さんも書いてある。ここはハリウッド、ここはイルカも。 Yes Here is Hollywood、うん、Here is Village of Dolphin もしテリーさんだったら、ね、Here is Teddy's World かもしれないね。これはもう手に入れた。テリーさんの世界に僕たちお邪魔してるけど、うん、そのお邪魔してる僕たちのここはイルカ村ですみたいな、ここはハリウッドですみたいな、みんなが同時にこうやって存在してるじゃないですか。みんながね、自分のなんとかの世界だと思ってて、それでいい、うん、いいですね。それが常に自分の夢が叶ってることがここに起こってるじゃないですか。チャットで質問を書いてる人も、あ、こういうこと聞いてみようと思って何かが叶ってるし、おはようって言ってこっちから僕がおはようって言って、他の人もおはようって言って何かが叶ってるし、自分から何かをすれば常にそれが叶い続けていくじゃない。したいっていうことが叶い続けてて、夢だったと思ったことが今起こり続けて叶い続けてて、もうこの世界は Wonderful Dream World、ね、常に Dream Come True、 もう幸せですよ。 So I'm happy and joyful、 I'm dolphin。 全部英語ですね。そう、ちょっと世界の色みたいな感じ。うん、テン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 。これ何の曲がしてる？なんだっけ？ジーニーだよ、ジーニーの。ディズニーのね、ジーニーはいつも魔法でしょ？その目の前に何でも表すんだけど、そういうことみんなもできるじゃないですか。テリーさんがどこで習ったのって言う。英語？わかんない。今自分の中から出てきてびっくりした。
あれちゃん、英語の勉強するってしないんだよ、全然。全然何年もね、しようねって言ってもね、しないしね。なんか、英語の CD あるんだけど、書けるじゃん。書けたら、二人話したいからうるさいって消すんだよ。全然それ聞くための CD なのに、話したい方先だから、その CD 消すんだよ。それで、じゃあ車の中でだったら聞き流せばいいよねって言うじゃん。ほいたらまた車で書けるでしょ。ほいたらこれうるさくて話せないから、聞く、消すって言うんだよ。結局は、英語勉強するよりも話したいな。うん、結局そっちしたいことしてたらね。でもいいじゃない、動いたら、うん、もう英語はね、もう現地行って喋る方がいいね。でも今僕は知らないけど内側から出てきたからびっくりしたね、うん、Yes, I can speak English. I can ね、最近流行ってんだ。僕たちの子供たち、この前も言ったけど、うん、初めて話した言葉ができるっていう言葉だったんだよね、うん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 、そう、お聞きできる、あの母できる、お母できる、あ、服できる、うん、ねえ、びっくりでしょ。泣き声だけだったのが、ね、できるってことを言い始めて、子供たち最初に喋るのができだから、人間の子供もそうですよね。なんかやっぱり何かができるっていうことをやりたくて一生懸命なんかします、ね、そう、食べてみて舐めてみて、うん、あ、これは何だったと分かるっていう、分かったっていうことができて、うん、歩いてみて、立ってみて、歩いてみて、それができたみたいな感じでしょ、うん、うん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 、そうやってできるってことの繰り返し、うん、想像ができる、うん、だからできるって体験をしたいっていう情熱は皆さんの中にもあると思う、ね、あるでしょ、あるでしょ、あるでしょ、やってみたいでしょ、ね、だからやるんだ、できたという体験をしたい、僕もやってみたいよ、スピリットで形ないのに形あるものを作ってみたいと思うじゃないですか、うん、憧れですよ、ないものねだり、物質作ってみたい、したい、うん、それにはジニーだね。ジニー。テレテレテレ。ジニーは思った通りのものすぐ出すね。でもその力がみんなにある、ね。できる。できる。なんでもできる。思えばできる。でもそうやって結局ずっとやってきたんじゃない、僕たち。そうそう、ずっとやってきたね。みたいな、いろいろできたね。楽しいね。いいじゃないですか。そうやって2月は一番したいやつ、一番のやつ、深いところにあったやつ、引き出してきて。ね。うん、メグメグさんのドリームワールドって書いてある。ドリームワールド。メグメグさんの夢があるでしょ。だからここにヒットするでしょ。うん、こんな世界にしたい、あんな世界にしたいとか、あるかもしれないし、うん、そういうのね、もう本当に興味ない人は興味ない。興味ある人は興味ある。ある人は無理やり消さなくていいよね。でもない人は無理やり作らなくていいよね。うん、でもなんか自分がしたいことっていうのは中にあるじゃないですか。ね、さっき書いていらっしゃいましたけど、ね、うん、子供の時にやりたかったことってね、うん、もうちょっと自分の中ではもうすごい遠くになってるかもしれないけど、うん、でもそういうのちょっと思い出してみるとね、うん、あ、そういえば、こうだから、超える形と同じだよね。できる、なんかできるみたいな、そういう単純なことを、もしかしたらやりたかったかも。あ、なぁ、できる。できる、うん。やりたいよね。できる体験したいでしょ、みんな。もうできる体験いっぱいして、もう飽きたっていう人もいるかもしれないですけど。うん、そういった人はもう卒業でしょ。うん、できる、できない、どうでもいいだったら、うん、しなければいいわけだから、うん、そこでも自分に正直になった方がいいな、うん。できる体験にもうちょっとしたいのにもういいやって言ってないかとかね。そう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 。もういいのにやってないかとかね。そういうこと自分に忠実になって一番したいことした方がいいよ。うん、まだあんなことやってんのとかね。言わないで、うん。自分がしたいことは絶対した方がいい。子供になりたい時は子供になった方がいい、ね。なった方がいい。もう大人になりたいなら大人になった方がいい。うん、好きなようにした方がいいよ。うん。うん、僕はそう思う。なっちゃん、世界にって書いてありますよ。世界にいるー、うん。うん。面白い。面白いね。みんな。うん、イルカ子さん、スカッとイルカ君の話を、んスカッとイルカ君の話を聞きながらスカッとした。スカッとイルカ。スカッと。スカッとって知ってる？
タブ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 でしょ。スキャット。スキャット。スカット。ジローさん、そうだね。ここはイルカ村だよね。いやー、うん、みんなにとっては別の世界、ドリームワールドの人もいるし、仕事自分のことね、やりたいこと一生懸命やったら、これは自分のね、成功のステージだと思うし、うん、何か歌を歌ってる人とかもステージだと思うし、結局自分の全て舞台です、ね。全部が自分の舞台じゃないですか、うん、全員がね、うん。ここは僕の舞台じゃなくて、みんなの舞台だ。うん、でしょ、でみんな自分の舞台だと思ってればいいです。うん、ほんと自分のために全部が起こってるって思ったらいいよ。うん、はい。ティリーさん、キスなら貸して。うん、ヒーヒー。映画の CD ね。イエス。まあ、どう貸していいかわかんないですね。ちょっと。うん。ニコさん、ね、笑ってます。笑ってる。うん。うん、ジローさん、これから別の形でも現れるかもだけどね。かもだけどね。うん。そうだね。どういう風になってくるかわからない。わからない。ちょっと僕は本気スイッチ入ってきたね。あっちゃんできる。できる。ジローさんも I can do it。I can do it。八郎さん。We can do it。したいことは全部できる。いやー、したいこと結局全部やってるもんね。そうだね。カツミルカさん、おはようございます。おはようございます。公開収録参加します。イエーイ、今度戻りたい。イエーイ、踊りましょう、ね。大塚さんもぜひ踊りましょう。イエーイ。まっちゃん踊りましょう。踊りましょう。うん、あとここ申し込みの話になってます、ね。申し込み、うん。そういうことはお任せします。くまくまさんできるできる。うん。ニコちゃん、自分の罪悪感の正体がすぐ分かってしまう。そうでしょ、ね、うん、申し訳ない、あんなことして悪かったのね、うん、その裏にある思い、うん、あるでしょ、うん、結構ね、うん、罪悪感から動いてたりしますよね。多分ほとんどの人は全部罪悪感から動いてる、うん、罪悪感を埋め合わせるためになんか行動してたりする、うん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 、でも埋め合わせられなくて、それでまた罪悪感作ったりもしますね、うん、それも心の中の問題だから埋め合わせるものじゃないってことですね。いや、そうそうそう、うん、外で埋め合わせるものじゃなくて、うん、私が気がつくだけでいいですね、うん、自覚すること大事だからね。大塚さん、アカデミーのホームページ、ね、一つよろしくお願いします、うんうん、大塚さん、私ただいまスキャットで歌うことに挑戦中。やってるんだ。やってるんだね。ダメ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 。すごいね。なんか早い早い早いのやつでしょ。早いね。それはプロフェッショナルの一つのあったことがある。うん。私はね、一かけの歌作りましょうって言ってくれたんだけどね。その後、お空に行ってしまったね。そうだね。そう。うん、いいな、いいね、自分の好きなことして楽しんだらいいと思うよね。好きなことたどっていったらね、本当にどんどん、あ、こういうことがやりたかった、ああいうことがやりたかった、もっともっと自分の内側にあるものにね、つながっていくからね、ああそうか、次はこれだ、次はこれだみたいな感じして、自分のしたいことをやっていったらいいと思うよね。そうですね。うん、八部さんもね、したいことをする自分は本当の自分だ、ね、うん、いいじゃないですか、うん、どんどん想像していく、うん、だって自分のね、まあ、したいことをこう掘り当てていくっていう、まあ、それは本当に自分に対して貪欲になるってことですけど、うん、これは本当に大切なことだと思いますね。うん、うんうん、OK、はい、そうやってみんなどんどんね、自分のことを思い出して、何しに来たか思い出して、 しに来たことをやってね、うん、いた方がいいよ。僕はどんどん自分の中がこう開示されてくるっていうか、自分の中が見えてくる、うん、何しに来て、どういう存在で、どっから来たか、どんどん分かってくるよね。うん、うん、山本理香さん、今月のメッセージのコバちゃんの絵を見て、さあイルカ村でカフェやるときにチョコレートも販売したいと思います。コバちゃんの絵かわいく最高です。うん。うん、カフェね。夕食ね。カフェやってくれるの。カフェやってね。誰かやってね。僕ね、うん、
イルカのチョコレート屋さんやるの夢なんだ、うん、前から言ってくれて、ゴディバさんと一緒にやれたらいいなって思ってゴディバさんのね、うん、チョコ一番好きだから、うん、ねえ、ゴディバさんのドリンクも美味しいですね、チョコレートドリンク、ね、必ず飲むでしょ、うん、ね、チッチッチッ、うん、よーし、そしたらね、僕はこれから、そうだ、みんなに、うん、じゃあこの2月のメッセージのカード引くから。カードね。僕ね、はい。みんなにだよ。みんなに一人一人はできなくてごめんね。1枚ですか？まず1枚、ね。まず1枚。じゃあ2月ね、まあ、じゃあ自分の本当の思い掘り当てて、はい、本当に一番したかったことをする、うん、そういう存在で、自分を思い出していってね。うん。そういう自分で、そうやりたいことをやるために。じゃあ、どんなメッセージかね。はい。みんなに共通のメッセージ。はい。これだね。じゃん。うん、調和を保とうって言ってますね。調和、ね、調和って何だと思う、うん、自分の思いとキャッチして自分の言動行動を一致してたら私自身と調和が取れてるね、うん、私が私でいるとき周りと自然と調和が取れるね、うん、でも私がこうしたいのにこうしてるっていうときちょっと自分の中で不調和じゃないですか。まあ葛藤してたりとかね、うん、なんか別々の自分がこう言ってたりしたときは不調和ですね、うん、それから外にも不調和起こるから外に不調和起こったとき、ああそれじゃあ自分の中でその2つ葛藤してるかもなって自分を見てまず気がつくことですね、うん、うん、その2つをそのまんまにしてあげたら自分の内側は調和が取れるじゃないですか。で、このどっちかにしようとしないことですよね。うん、どっちも私のなんですよ、うん。中に置いとけば自分の中で調和だね。これこうしてると不調和だね。か、自分の中の思い出できて、なんでできないんだ、それやりたいのにできないっていうときは不調和だね。でも、あ、そっか、今は待ってよ。とかね。あ、これは、ちょっともうちょっと、うん、もう少し、こんな風だったらできるかも。なんか、葛藤しないな。ただ置いておくとか、それに対して次の考えとか、うん、次の思いが出てくる。ただそれだけ思いが出てくるまんまに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 して、いちいちこう、戦わせなくていいよね。うん。うん。こうしたら自分の中調和だから、うん、そういう外に現れて調和の世界なんで。うん。そうです。うん。うん。だから結局、やりたいことを見つけて、その思いに自分が一つになって、正直になって、そのように動いていくこと、うん、まあ、結局はメッセージ通りのメッセージになってしまった。うん、でもね、なんか調和っていうと、ちょっとね、自分が自分を騙す時があると思うんですけど、まあ、これぐらいでいいんじゃないみたいなね。今まで通りが、まあ、これが調和だと思ってる自分の概念、これが調和だと思ってもなると思うんですけど、それの中にずっと留まってしまうっていうのもあると思うんですね。で、よくよくね、本当に自分自身に素直に耳を傾けて、よく自分を聞いてあげないと、自分が自分をね、騙すことっていうのはまたよくあるんですよね。ほとんどだよ、それ。そう。実はほとんどなんだよ。人間はね、うん、ほとんどだから、すごく僕から見たら違和感があったけども、慣れてしまったね。うん。だから、調和って何だろうかっていうところですね。その自分自身を本当によく見ていかないと、うん。まあ、本当の調和っていうものが、うん、なかなか、ないかもしれない。
結局自分の中はいつも2つの思い出てくるから、あと3つ5つも出る時もあるし、そのうちの1個にいつも絞って1側面だけ見ることにみんな慣れてるんだけど、その全部をテーブルの上にいつも置いて眺めてる、うん、でそれは戦うべきものではなくて、あっていいものなんだっていうことね。で眺めてるつもりでも、もっとその奥にね、まだあるかもしれない。隠れてる。そうね、隠れてる。それをね、本当に繊細に見ていこうっていう、そういう気持ちですね。うん、これは熱意なのかもしれない。うん、そして自分を本当にしていこうという情熱が、ね、ちょっと大切になってくるかもしれない。うん、だってさ、うん、今内側からみんなが出てくるものあるじゃん。でもそれもずっと中にあったんだよね。いつそれに手をつけてもいいけど、今になってるわけだな、ないですか。うん、でも僕が話してるのは、すごく、三次元的にも、人間的にも話してるし、そして、こっちの、大きな自分からも話してるし、みんなどっちどっちどっちみたいになるかもしれないけど、両方あるから、両方から話してるね。だから個人の自分としては、そういうのを一つ一つやっていくね。うん、個人の自分としてはそれ一つ一つやっていくしかできないですか、ね、できないね、うん、でもそれはもう本当にどうでもいいっていうところにいる人は別にそんなの見ようが見ないが、あの私でいればいいだけですね、うん、Yes、うん、どっちからも言ってますね。とても難しいね、聞いてる人たちがいろんな概念で聞いてる、だから何て言っていいか急に分かんなくなったけどフォーカスがどこに行っていいか分からなくなったね、うん、昭和の話になった、ね、まあでも本当に自分自身を見てあげるっていうことですね。いや、もう一枚入れちゃおう、もう一枚ドーン、はい、イメージを描こうが来てますよ。そうだよ、うん、そうしたらずっとハートの奥深くに隠していたもの、したかったものあって、じゃあそれを見つけたら、それに対して、どんな風になっていったらワクワクするから、こんなんだったら嬉しいな、みたいなのをどんどんイメージしてたらいいよ。うん。どん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 イメージして、イメージ膨らませて、楽しんでるうちに、あ、これか。イメージの先にもっとやりたいことが出てくる。もっとが出てくる。あ、やっぱりこれは嫌だが出てくる。本音が出てくる。ふわー。こんなったらやりたいけど、これだったら絶対嫌だとか出てくる。それが大事だ。そうやってるうちにもっともっと、まあ、実はそれじゃなくて、こんなことだったっていうのが出てくるね。うん、だから、声に出して、口に出して、紙に書いて、出してみることが大事だ。中にあるものがね。うん、覚えたらその奥、その奥が出てくる、ね、うん。本音が果てしなく続くね、うん。それぐらい自分っていうのはとてつもない存在だっていうことだよね。うん、まだ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 。そうね、表層的な。表面的なね、ところだけじゃなくて、もっともっと奥がある奥深い私だっていうことですね。OK、うん。八兵衛さん書いてますね。エクロさん、エクロさん、調和、調和、調和。調和がいっぱい書いてある。調和話す。いや、そう、本当にそうだよ。調和いっぱいの自分の思いが詰まってるね。うん、特に恐怖がいっぱい詰まってるよ。小腸の腸ね、うん、大腸の腸、恐怖がいっぱい詰まってる、うん、でも恐怖がいっぱい詰まってるってことは、その裏腹にやりたいこととか本当の思いもいっぱい詰まってるね、うん、でお腹痛くなっちゃうね、うん、いらないもの出ちゃうね、うん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 、最近この辺腸がテーマに、うんうん、八兵衛さん、したこと、え、したいことかな、したいことをするが非人間だと思いました。したい自分とできない自分という二人の自分がいない。すべてのことがしたいに協力してくれるんですね。そしてすべてに感謝です。これがワンですではないでしょうか。なるほど。よし、どういう意味つけてもどういう定義してもいいけど、いいよ、こういうふうにね、うん、じゃあこれがこうかな、あれがあーかなって言ってるけど、大事なのはそのふうにさ、こうだって決め込まなくても、その世界の中に、なんていうかな、決め込まなくてもいいから、自分が
したいことをすることだ、ね、そう、まあ、どうしてもね、これ言葉にすると言葉っていうのはこう制約、区別しますね、区別なんで、何々と何々、まあ、区別しないとわからないので区別せざるを得ない、うん、その時点でもうすでに、まあ、いわゆるワンネスっていうものが、うん、いう言葉で言うならばワンネスから外れるかもしれない、ね、うん、そうなんだよね、うん、まあ、そこはちょっと表現が難しい、言葉に置き換えるのが難しいところでしたね。でも、八弁さんは今一生懸命言葉にしてくれたから、うん、一つですよね。もう、thank you だけど、thank you、うん、だけど、その中に納得したり、その中に安心しないでね、分かってことに安心しないでね。うん。うん。うん、thank you。感謝。心を見つめることを避ける人って天才的に避けるよね。僕もそう。わかります、うん。避けてるつもりないんだよね、うん。そう、本人避けてるつもりも多分ないと思うんですよね。うん。そう、避けてるよねって言って、いや、避けてないって多分おっしゃると思う。うんうんうん。うん、でもいいよ。避けたいとき避けて、うん。でも、本当に見たいときは見るね。見たいときになるまではみんなずっと避け続けるよ。うん、だから見たいって思いをよっぽど持たないと避けちゃうね。だから見たい、知りたい、私を思い出したいっていう気持ちに情熱を持って向かっていくことが大事だよ。そうじゃなければ、そうなんだよね、知りたいんだよねっていうぐらいだったら大体のこと避けて通っていっちゃうよね。もしくは正当性っていうのを使って自分はこう、自分はこうしてるとかね。あとは何かの定義や形でこういうもんだっていうことを立てて分かった気になって知ってる気持ちになるって終わっちゃうっていうのが多い、ね、でもそれ以外のところにある大事なものに目を向けていくことだよね、うん、まあ大体その自尊心、まあ、プライドのところがそれをオブラートに包んじゃって分かんなくさせるんですよね、うん、でも そこに切り込むのはちょっと勇気がいると思うんです。でも、本当に自分が自分のことを知りたくなったら、そこをね、こうやってでも知ろうとします。うん、だから、切られに行く、壊れに行くみたいな感じね。だから、ショックを受ける、衝撃を受けたとき、自分はこう、壊れたり、切られたりするじゃないですか。それ、そんなラッキーなことはないんだよ。うん、それをずっと固めてたから、自分が見えなかったし、自分に出会えなかったんだから、うん、何か誰かに言われて、ショックなこととかね、ひえっていうこととかね、なんかプライドが傷ついたっていうこそがチャンスなんだよ、うん、ありがたいことでちょっとこの辺の作ってた殻にひびが入ったみたいな感じ、うん、だからそういうひびが入らなければそこの奥の自分につながっていけないから、ね、本当にありがたい、うん、だから自分のことをプライドを壊してくれる人、うん、そういう奥さん、そういう旦那さん、そういう子供、そういう親、そういう友達っていうのは本当にありがたいですね。まあ、ね、まあ、だから自分が最も恐れてること、恐ろしいこと、それを言われたくないこと、うん、でもそれが実はありがたいことだってことです。僕はね、うん、イルカのね、悪口いっぱい言われたんだよ、僕。うん、置いたらそれで僕は、ああ、関係ない。それが僕はかっこよくいたいと思ったし、不可実じゃないとか、本当にいるんだとか、いないって言わないでとか、いろんなことを思ったけど、でもそういうことに関係なく自分はいたって思ったから、あ、そういうこと全然気にすることないんだ。それが自分じゃないし、そういうことをプライドに持つ必要全然ないんだ。僕はただ自分の思いを伝えるだけでよかったんだっていうこと分かったから、すごくそういうふうに言ってくれた人たち、その時はショックだったし、きつな思ったけど、あ、でもそれにとらわれてたのは僕だったから、それなくなって壊してくれてありがたかったなって思ったね。うん、そうやって、ブータンちゃん、アツペ、マヤちゃんも壊れ続けた結果、どんどん壊れた人になっちゃったね。うん、壊れっぱなしです。壊れっぱなしだよね。何言われても別にいいし、自分も何言ってもいいし、みたいな感じ。うん、まあ、それだけ、うん、というか、自分が大きくなるチャンスがあるってことですね。
それはとてもありがたいですね。うん、でもね、壊れたと思っても、壊れない永遠の自分がいるだからね、うん。壊れるっていうぐらいのものだったら自分が作ったものじゃないですか。うん、壊れるのならば、うん。壊れないようにって頑張ってるってことは、なんか作ったものに血がついてるってことですね。うん。それを保つためのことをしてるんだって、私を生きてるんじゃなくて、それを保つためのことをして、それをキープするためにいっぱいのエネルギーを使って、いっぱいの努力をしてるんだったら、うん、そういう毎日を過ごしてるなんて、すごくもったいないじゃないですか。自分を生きるんじゃなくて、作った自分をキープするために生きるなんてもう嫌じゃないですか。だったらもうそれは壊れた方がいいのかもしれない、うん。で、実は壊れることを自分は望んでるのかもしれない。望んでる自分が壊す人を想像して壊されるという体験を作ってる。うん、結局は私が望むことが起こってるっていうことだよね。うん、そして夢が叶い続ける。願いが叶い続ける。いやーね。でもいいじゃないですか。はい、最近は腹痛と下痢が結構あるんですか？これも浄化作用なんでしょう、ね、うん。うん。なんかそうですね。いいよね。いいよね。どっちでも困らないよ。トイレに行けばいいだけだ。うん。勝さん、すべてを受け入れたら悟りますと。そう。そう思います。多分そうだと思います、うん。そうです。エコルさん、昨日は最悪なことがないことに気づいた。うん、なるほど。最悪だと、それ素晴らしいです、ね。うん、最悪こうなるとか言ってる、うん、それもならないっていうことね。最悪っていう言ってるだけだっていうところかもしれないですね。エクルさん、うん、ナイスキャッチ。うん。アマナさん、全部ありがたいですね。素晴らしい。うん。全部ありがたい。結局は全部です。うん、自分の味方です。全部ですが自分のステージで、全部ですが自分の願いかなうためには起こっているだから、うん、それで僕はいつも全部ですっていう言葉を言いますね。くまくまさん、ロミク、あ、ロミクですね。息子さんですね。あやこさん、声がちょっとハスキーだ。あやこさん、イルカの声話してるからハスキーです。ハスキーなんだね。いつもと違いますね。はい。イルカ、あ、天野さん、イルカちゃんの声も聞きたいな。オッケー。イルカちゃんね。イルカちゃん、真似しますか、うん、イルカちゃんもお話ししていいですか。はい、お願いします。皆さん、おはようございます。おはようございます。うん、イルカちゃんです。うん、イルカちゃんも、どんどん自分の、やりたいことや本当の思い、うん、みんなが見つけていってるのを見てとても嬉しいです、うん、みんなが自分の思いに従ってるとき、とってもナチュラルで自然で、風のように海の波のように感じます、うん、すべてと調和しているようにイルカちゃんは感じます、うん、でもそれができないこともあると思うので、そういう時も自分をいじめないで、できてないって言わないで、そんな自分も良しとしてあげてください。どんな自分でもそのまんまでいいです。ありのまんまでいいです。ダメ出ししたり、責めたり、葛藤しているとき、それでもいいです、うん。どんな自分も OK して愛してあげてください。そのとき、どんどん自分の中の本当の気持ちに気がつけると思います。うん、とっても豊かな経験です。ありがとうございます。はい、ありがとう。どんな自分もそれでいいよって言ってあげるっていうね。うん。うん、基本ですよね、そこはね。ゆっこちゃんが来たから、うん、あそこに温かい気持ちになった。うん。そう、このベースのね、本当にどんな自分でも
いいよっていうのがあると心が安定するんですよね。安心安定は私が与えてあげるっていうね。自分でダメ出ししないことはとっても大事だね。自分を責めたり自分たりしないことはとても大事だね。でもしてしまったらしてもいいんだよ。全部このままで OK、ありのままで OK。ここに全てがあるし、もうすでに常に叶ってるし、常に私だし、常に全部ここにあるから。全部です。カズね、プライド持たないの、これのプライド。かっこいい。それが本物のプライド。かっこいい。かっこいいね。いいね。おいえー、歌って。歌うみたいな。うん、なんかわかりますね。皆さんおはようございます。イルカちゃんに書いてますね。ありがとうございます。イルカちゃん、ありがとう。イルカちゃんの声聞くと涙が出ます。ね。ありがとうございます。皆さんありがとうって書いて。あ、今日も楽しかったね。楽しかったね。いっぱい大きい声で話したけど、聞いてくれたお兄さん、ありがとうございます。ありがとうございます。まだみんなと会えるの楽しみにしています。はい。もしよかったらね、11日の公開収録ぜひ皆さん、お越しいただければと思います。お話ししましょう。会いに来てください。はい。僕たち、みんなで楽しい2月。うん、2月のエネルギーとっても素敵な感じだから、うんうん、大事に過ごしていきましょうね、はい、僕もそうします、うんね、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。最後までお聞きくださってありがとうございます。長時間になってしまいましたが、うん、ちかこさんもイルカちゃんおはようございます。イルカちゃん、とっても可愛い。慈愛ですね。本当にそうですね。とってもほっこりした中で。これで終わりにしたいと思います。良い一日をお過ごしください。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。またねイルカくんとつながって今からお話ししていきます。ではイルカくんお願いします。 Yes! 僕はお話ししてもいいですか。お願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。2月のいる2月だよ。2月早いですね。でもなんかここハワイみたいだねすごい、ね、2月が日本とは思えない ね、すごいハワイみたいな感じ。ちょっと暑すぎるね僕はそうね、なんかイルカなのに海の前で海に泳げないってどういうことだろう。泳いでもいい気分。イルカなのにここに座ってなんか話して海に行ってないなんてどういうことかな。なんかね2月はすごく自分の中に深く潜っていく感じになるよ、うん、深く潜っていく、まるで海の中ぐいぐい潜っていくような感じに自分の内側ハートの中にどん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 入っていく、そういう経験すると思うね。うん、なんでかっていうとね、なんか自分のさ中にあるもうはっきり言えばさ見たくない気持ち、嫌いな自分は奥に押しやるじゃないですか。うん、まあ ね感じたくないものとか見たくないものありますよね。それは奥に奥に押しやるでしょ。
でも1月からの流れで自分は大きな愛で全てをあるがまま受け止めたいっていう気持ち、うん、どんどん大きくなってるんだよ、うんまあね、全てをこう許してこう全てを受け止めてるって感じ、うん、話でしたね。そんなしてさちょっとずつ受け止めてちょっとずつ受け止めてちょっとずつ受け止めてったらさ、うん、だんだんちょっと未知の領域に入っていくじゃないですか。今まで見てなかったものが見えてくる、ね、潜在意識の奥に奥にしまった自分の気持ち、うん、なんか嫌な感じしてたよね。でもね、例えばだよ、うん、自分なんて大したことないとか、うん、自分なんて幸せになっちゃいけないとか、うん、自分なんて豊かさとほど遠いとか、うん、そうやってね自分の美や豊かさ優しさ、うん、そういったいいものなのにこんな自分じゃいけないって奥に奥に抑えてしまってるのいっぱいあるんじゃないですか、うん、本当は好きなのにそれじゃいけないそうなってはいけない良くないって言って、うん、なりたい自分なのに抑え込んでるっていうの、いやそれ見たくないっていうよりも本当はそうなりたいのになんかこう押し合ってた、yeah. うん、そういうのあるじゃないですか、うん、だとしたらさなんか今の話聞いてるといいもの奥に眠ってるみたいな印象ないですか、うんね、嫌なものも見えるかもしれないけどいいものもいっぱいあるかもしれない、いっぱい潜ってるかもしれないよね、うん、宝には、うん、でもさそのじゃあ綺麗になることだったり豊かになることだったりもともと素敵な、うん、なんか生き方暮らし方、うん、そういう風になるのをいけないよダメだよって抑え込んだにはみんな理由があるじゃん。やっぱそうなったら、うん、なんか自分だけ幸せになったらなんか誰かに申し訳ないとかさ、ね、自分ばっかり目立っちゃったらちょっとよくない、自分だけ綺麗になってかっこよくなったら申し訳ないとか、自分だけお金持ちになっちゃったらなんか悪いよね悪いことしてるみたいとか、そういう本当はなりたいのにそれはまずいと思って抑えてる、まあ遠慮しちゃってねちょっと抑えてる、うん、そういうことって結構あるじゃん、うん、でもそれを海の中潜って潜って潜って、あ、本当はこうなりたいんだ、なりたいっていうよりむしろもうすでにそういう自分がいたんだっていう出会い、これが2月にいっぱいあるよね、うん、だとしたら楽しみじゃないですか、潜っていくことも、うん、でもそれは潜る宝の前にちょっとこれじゃまずいやばいっていうちょっとなんていうかな、心痛かったいろんな今世また過去世の思い思い出すかもしれない、うん、でも出会った時もういいんだよもう終わりだよ幸せになっていいんだよ豊かになっていいんだよもっともっと自分を大事にしていいんだよ愛していいんだよ人の犠牲になったりね、うん、何かのことを我慢したりしなくていいんだよ、うん、自分を楽しんでいいんだよ努力努力でいつも苦しまなくてもいいんだよっていう、ずっと頑張り続けなきゃいけないって自分が言ってたけど、うん、しなくてもいいんだよ、もういいんだよっていう、うん、そんな自分にね許してあげて開いてあげてなりたかった自分になっていくチャンス2月に出てくるよね。なるほど、いいでしょ。自分はこう許すって感じなんだね、うん、これでいいよ。え、本当に許していった時自分の中になりたかった自分はすでにいます。なりたかった現実、欲しかった現実、それを生きる自分はもうすでに内側にいますから、探さないで内側に入っていって入っていって正直な気持ちにどん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 たどり着いていって、そこにはすでにもうその自分がいます。その自分を今まで見たくないってしてたかもしれないけど、もう認めちゃいましょうって感じ、うんうん、簡単に言えば幸せになっちゃいましょう、豊かになっちゃいましょう、楽しくなっちゃいましょう、面白い毎日にしちゃいましょうみたいな感じ、楽しい2月にしましょう、はい、ありがとうございます。